ウィースレジェです。小さな悪夢の続き、リトルナイトメア2開催していきたいと思います。さあということで、またまた物語の始まりは霧の中。ただしかし前回と違って廊下から始まりますね。力を手にした6。今回の主人公は6なのであれば無双ゲーミングになりそうだ。暗い。前回前作と違ってめちゃくちゃ怖くなってるし難しくなってるらしい。僕にはそうは思えないね。何か出てきますか？はいはいはい、分かりましたよ。もう6がとんでもなくやべえからどうにかしろ的な感じで、お、画質が上がりましたね。どうもモノだっけな、主人公の名前はモノらしいです。今回は夢なのでしょうか。テレビから始まったのかな。テレビに何映ってたか見てなかったね。何か転がってますよ、四角いボール。これがきっと物語に大事なものになってくることでしょう。めちゃくちゃ綺麗になってますね。まあ操作方法は変わらず、走る、ジャンプする。ライターは今回ライター持ってねえや。敵を燃やすことはできないですね。そしてやっぱり難しくなってるとのことなので、あら、はい、ハエが今いましたね。こういったところは誰かが囚われていたわけでもない。まあやっぱりこういったゲームをやる上で大事な物語、彼らの物語の目的が知りたいですね。この奥に入っていきましょう。まあ、前回前作ではめっちゃ綺麗だね、船の中がステージだったので、まあちょっとね、逃げられない恐怖なんかもありましたけども、今回は森の中走れば OK って感じじゃないですか。殺人鬼が潜んでますね、この町村には。バイオハザードチックな気持ちもありますが、1体や2体って話じゃなかったよ今、死体の数。そして先に進んでいくと、これってホラーゲームだとは言いますけども、今のところホラー要素はないっすね。なぜなら僕でもガンガンサクサク前に進めているから。本番はこっからだよって。あー、なんか嫌な予感する。たい、トラップ、これを何カチャンってやると、おー危ないんだね。これ登ることはできますか。できませんね。捉えようとしてるね、このサイズ。完全に主人公モノを捉えるトラップがたくさんあるよってことだね。これは何、怖いんですが、ちょっと早めにさ、トラップさ無効化しとこ。先に通るには、先に行くにはこれを押さなきゃいけないんですけども、あ、頑張れる、頑張れたね。でもっとだね。はいはいはい。じゃあやっぱり今のところ分かったことをまとめると、モノを捉える何かが働いてますね。謎の勢力がこの主人公を捉えようとしています。このおびただしい数のトラップの量、彼は犯罪者なのか、なぜ被り物をしているのか。おっと、ここから怖くなってくる感じがします。はい、こういうこともありますよと。まあ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 、まあ、ちょっとさすがに舐めすぎだよな。これはこれスライディングもできるよね。スライディングの方が早かったりはしないみたい。怪しすぎる岩、なんもないんだけど。そんなことあんのかい。またまた首吊りロープですよ。好きだねこのゲーム、首吊りロープがいつもどこにも歌詞にもありますよ。上から行きたいんだけども、上に行くにはちょっとなんか行き方を間違えてるみたいですね。わー、見てください、奥行きが広がってますよ。木の中を通ることができました。ということはやはり 3D チックな戦いが、逃げることが求められてるような気がします。さあ大好きですね、リトルナイトメア。このくるくるがね、いつもあります。緊張感ある音ですね。上がるから登る、上がるから登る。 OKOK、 ここまで順調ですよ。敵とかちょっと一発出てきてほしいな。なんか多分お家の中とかに入ってくよね。無理じゃんこれ。命がけのダイブをしましょう。命がけのダイブ、3、2、1、ゴー。命がけすぎました。 3D な操作にも慣れてきた頃です。こちらを登っていくと、聞いてくださいこの音楽、不穏な音楽が流れてますよ。もうここから先は取り返しのつかねえことになるけど、それでも本当に進むのか。そういった BGM ですね。進みます。オプス、また靴ですよ。このゲーム本当靴が好きですね。僕はハケネッツの主人公は裸足ですよ。うわー、やだなー。トラップだねこれは、わかるよ。こういうとこ通るからね普通に。あぶねー。え、トラップ引っかかるしかないじゃんこんなの。くー、
いや分かってたけどね。ふぅー、ちょっと怖くなってきましたね。これまず投げるでしょ。で、これをこのロープに引っ掛けちゃいます。いいね。はい、それ先に言ってくれたら誰だってクリアできるよね、こんなの。あぶねー、囚われるとこでしたね。いや、囚われましたけどね。まあこんなもんですか、リトルナイトメア2。リトルナイトメア2はこんなもんですか。いや、罠だまみれ。次は見てください、トラバサミですよ。あんまりむやみ、やたらむやみに走るのもよくないな。そして葉っぱの中歩きたくないね。見るからに危ないトラバサミがあるんですよ。これちょっとさ、これとか引っこ抜けないか。ガチャガチャガチャって頑張れない。いいね、これを使って誤作動。うわー、武器にしたいね。当たれ。結構やっぱ力強いですね、モノさんも。モノさんの力6に続き強いです。これ持ち歩こうぜ。見てた今の、めっちゃ剣豪だったよ。宮本武蔵行きます。強くないか。これ最後まで持っていこう。この武器さえあれば俺はどんな敵にも立ち向かう。びっくりした。いやだるいて。ほんとそこらかしこにトラップがありますね。どこだ俺を潰したやつは。どこだ、かかってこい。葉っぱの中はちょっとズルだよね。連鎖反応しています。相当捕らえたいのでしょう。松ぼっくり、どうせまたあるんでしょう。いや、あるんだよ、見えるんで。ちょっとね、薄暗くて見えづらいんだけども、ほらまだあるよ。ちなみに言うと、ちなむとまだあるよ、あっちの方。ほらね、気持ちいい。こんなことやっちゃっていいんですか。 OK で、まだあるんでしょ。ただジャンプでいっちゃいます。うー、落ちれば前ねえど。ゆっくりゆっくり、命の綱渡り、ジャンプでゴー。オーケー。ちょっとね、物語を考察しますと、囚われていたのかな、この子は。この森から逃げないように。なぜ明かりがあるのか。月明かり、いや、照明のように。お家に着いちゃったみたいだね。とんでもねえ化け物が住んでそうだよ。ただ私モノもとんでもねえ化け物の可能性もあります。窓から勝手に入っちゃいましょう。おじゃまんぼう。うわ、怖いなー。ちょっとこ怖くなってきたね。はいはい、リトルナイトメアっぽい感じになってきたよ。食事は腐っておりますね、基本的に。すべて見てください、灰がたかってます。電気がチカチカしてる。で、この辺は開くのかな。開く？中には何が？わからないが。あ、開いた。え、怖っ。ライター欲しいわ。ゆっくり開きすぎでしょう。前、上行くね。なんもないですね。じゃあ先に進みましょうか。怖ー、怖くなってきたね。なんでこんな、なんかさ、静かにする。あ、開かないって。隙間から頑張れない。あー、隙間から頑張ってくれた。いるよ、そろそろ。カメラワークさ、怖がらせすぎな。周りを見るのが大事。右も左もオルゴールが鳴っております。これは誰かの糸。赤ちゃんがいますよ。子供がオルゴールで楽しんでますよ。おーい、しかも見て、分かりづらいと思うんだけども、1234の5、閉じ込められてるね。あの牢屋にありがちな経過日数を刻んでおります。風に、壁に。ナータがあるぞ。取っちゃっていいのか？取ろう。くそ、ナータは、ナータの絵が外れちまった。地下に監禁してますよ、子供を。行きますか。ナータを取りなさいみたいな感じだから、ナータを取っちゃうよ。ほら、これは俺のもんだ。オーケー。え？ちょっと嫌な予感しますよ。このマチェット、どうするつもり？投げる？助けるんだな。決して俺は殺人鬼なんかにはなりたくない。この子を助けたいんだ。行くぞ。大丈夫、怖がらせてごめんな。大丈夫だよ、ごめん。助けたいだけだ俺は。大丈夫だよ、閉じ込められてんだろ。待ってろ、俺が子供たちの救世主じゃ。待たせたな。怖いよな、ナタを持ってるとな。大丈夫だよ、持ってないよ。モノでーす。怖がらないで。はい、勝ちだ。
背丈は一緒ですね。え、マジ変なことしないでくれよ。手を差し伸べて。なんでよ。まあ怖いよな、そりゃな。助けようとしたら拒絶されてしまいました、オルゴールマスターに。不信感を持ってますね。まあそれそうだよね。こんなところに閉じ込められていたらさ、人間信じられなくなるわな。20日以上閉じ込められてますね。そしておそらくこの主人公は子供を助ける係なのでしょうね。怖いから、あ、上の方行ってた。ちょっと待って、ナタなんか持ってたらもう怖くて寄りつかないよね。ナタじゃないな、斧、斧だ。斧なんか持ってたら斧でダメだよ。もうこっから先行くところわかんないっすよ。戻りますけど。なんか大人の音がする。ついてく。あ、怖えー。うぷす。どうしました？死んでる？死んでますね。おい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 。あ、死んでるっていうかもうこれ人形だ。ですね、おそらく憧れてるんでしょうね、こういった家族に。ちょっと意味がわからないです、意味がわからないです。大丈夫だよ、僕ちゃん。 OK、 ナイス。もう怖がらなくていい。鍵だ、一緒に鍵を探そう。何？上からなんか落ちてくんの？こっち来い、手伝うよ。はい。協力プレイですね。可愛いらしいじゃないか。大丈夫大丈夫。そう、力を合わせて。階段が出てきたんだ。いいのか、こんな音を立てて。来てるよ、何か。何か来てる。早く登って、子供。何か来てます。あ、怖ー。ちょっと待って、無理だ。ちょ、子供先行ってくれ。なんで俺を勇者にさせたがるんだよ。この先で音が鳴ってたんだよね。これ引っ張る必要があります。落ち着いて大丈夫、二人で押そう。これ二人の力を合わせたら怖くない。誰かいるんだよね。こっち来れる？もうこうなったらしょうがねえ、ジャンプだ。わっほー、ふーほー。鍵があります、上に。どうにかこうにかして。あ、クランクがまた必要ですね。こんなことかになったりしない？開かない？開かないか。お、手伝ってくれますね。クランクを探さなきゃいけない。子供と離れ離れになっちゃった。なんか嫌なしみがあるよ。生きてますか？持ってます、この人が。鏡が割れてます。うわー、こんにちは、もらいます。すいません、いただきます。人形なのか？ねえ、人形飛ばすのワンとかマジいらないからね。オーケーオーケーオーケー。怖えー。普通に怖えわ、俺ほんとできねえ。子供がいなくなったんだが、いた、よかった。二人の間はね、まずは大丈夫ですよ。一人になった途端しゃべれません。一人になった途端急に怖くなるからね。それ回せる？ありがとう、差し込み回してくれたんだが。わかった、これ掴む。頼む頼む頼む。でいいね、協力プレイ、せーので、はい、オーケー。あ、ごめん、降りちゃった。あ、ナイス、オッケー。これ持って下まで行くぞ。鍵ゲット、これ大事ですからね。さっき鍵かかってましたから、また戻らなきゃいけないのですが。あら、戻ることを考えてなかったね。はいはいはい、なるほど。タンスを引き出しての上に上がりの、ついてきてね。大丈夫だよ。え、何者、ささやきボイス、怖えー。まあもう勢い大事だ。大丈夫だろう、全然。オーケー、ここに鍵をぶっ刺してーのー。ガチョスガチョス。この奥には外だ。ふう、抜け出すことに成功しました。おっきい足跡、おっきい大人が住んでるね、ここには。いや、この中にいるかもしれません。大丈夫でした。そうしましたら、あの上の方に行きたいので、ちょっとこれ押す必要がありますね。2人で押そうか。力を合わせるよ。せーの、せーで、2人でもいける？後ろから注意ね。後ろから急に来るかもしれない。上かもね。そして見て、トラバサミがありますよ。仕掛けた、罠を仕掛けた張本人の家だ、ここが。音が聞こえます。川を剥いでる？
No。 生きた人間に会ってしまった。気をつけろ。あ、わなしだ。必ずしも人間を捕らえる弾ではないね。鹿やら動物を捕らえるために動いていたのかもしれない。そうだ。え、どうやって行くの、こっから先。え、二人で押す。オッケー、二人でね。あー、バレちゃった。走るよ。来るよ。うー、拳銃マンが現れたんだが、大丈夫。子供、普通に強えんだが。オッケー、分かった。こういうゲームね、 FPS ゲームになったのね。とりあえず隠れなさいといったものがありますので、隠れましょう。ゆっくりね。かっこいいな、あの拳銃。猟銃だわ、猟銃。はい、大丈夫よ。手引っ張ろう。大丈夫だよ。いや、ごめんね、なんか一息逃げて。俺の手を引け。わかるの？隠れるものがもうないよ。どうする？この、あ、なんか、穴の中。あ、しゃがんで。危ないね、この人。またマスクかぶってるよ。変な穴。そん中から覗ける？人のことを人の目で探してます。うん、まあ、え、ダメだよ、出ちゃう。子供、待て。出るな。ゆっくりな。え、手引っ張れ。だって行こう。だってこれ何、ススついていけばいい。オッケー。まあ、ハンターなのであればとっくにバレてますよね。いや、やだ。これ戻った方がいいのかな。ちょっと待ってね。ちょっと先見てくるね。これ多分ね、先行けないんだよね。ほら、あ、行けるわ。こっち見るなよ。手引っ張ろう。こっちおいで、しゃがもう。くっ、カラス。しゃがめば大丈夫。しゃがんでる。大丈夫だよ、大丈夫。ゆっくり行こう、ゆっくり。そうだ。うわー、怖い。脱獄したらこんな気分なのか。いいゲームだな。オッケー大丈夫。変なものがない限り大丈夫。ちょ、落ち着いて。あの穴の中に入りなさい的な感じかな。探してます。そう簡単に捕まらないぜ。行くぞ。ダメだ、まだだ。ダメだ。次こっち見たら行こう。諦めが悪い男だぜ。大丈夫よ、草むらだから大丈夫だよ。オッケー、ここだね。行くよ。走るよ。オッケー。ふぅ、子供でも無理じゃないか。え、やばい、拳銃撃たれるよ、これ。うわぁ、危ないね。殺意マシマシだよ。子供たちの皮で何かを作ってるのかな。もしかしてさっきの食卓の3人は子供たちの皮で作った人形なのかもしれませんね。ねえ、なんか出待ち、角待ちされてない？来るよ、これ絶対に。走るよ、子供、少年。大丈夫？手つないで。もう俺の手を離さないで。行くよ、行くわよ。ふぅ、まあ一件落着ですね。これどうする？飛べる？僕は飛べますよ、見ててね。こうやってやるんだよ。せーの、はい。こんなとこ飛ぶような真似はしてはいけません。これを引っ張って、せーの、先に飛んじゃってください。頑張れよ。そう、いいね、完璧。待って、行かないで、置いていかないで。あ、向こうは向こうである的な。手伝ってくれないか、パチって。ジャンプで頑張れって。分かったよ。せーの、呼ぶって何？おーい、へい、よし、手を借りよう。せーの、頼むよ。なんかジャンプ力上がったんだけども、ありがとう。なるほど、呼ぶこともできるのね。この子絶対死ぬよね、先に言うけど。仲良くなっときたくないな。仲良くなればなるほどさ、別れの時悲しい。まだいるんだが、あいつが。おいおい、戻れ。へいへい、こっち、はい、こっちだよ。あ、おい、ここまでだ、こいつと過ごすのは。待て、手を引こう。じゃあ
ガンガン行くんだが心終わった。いや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 、待て。オーケー、頑張れ。 6×20 上がって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 、そろそろあいつの弾もなくなる頃じゃない。ちょっと一回待とう。怖い怖い。もう守るものは何もないですよ。入ってください。オーケー。何、優しいんだが。ちょっと待って、助けて、普通に助けて。いい、意外と体重重いのね。ゆっくりな、大丈夫だよ。あいつから逃げれば。いや、朝来ないかな、早く。怒ってますね、かなり。ジャンプ力高い今の少年。オッケー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 。なんもオッケーじゃねえよ。どうすんだよこれで。隠れよ隠れよ、いけ隠れよ。ううもういないよ。この人何者なの。なんでこんなに狙うわけ、子供たちを。水の中だからさ、チャプチャプ音でバレちゃうよこれ。あー、照らしてますね。溺れないように気をつけてくれよな。行くぞ、こっちの方をたどろう。できる限り影の方。上がってった。登ろうか。いや登れねえよ。はいはいはい、水の中を通って、かなりのサイコパスがいます。あー、さすがのハンターです。ちょっと待って、行かない方がいい。おい少年、考え直せ。狙ってるのは俺だけだ。理解した理解した。これは多分だけども、水の中に入ることを求められてんだね。ただいつまで水に潜れるかな。コントローラーがドクドク。すっごい息が続いてませんね。ここも危ない。一回戻って。危ねー。あいつは沼に入るの恐怖症なのかな。こっちまで来ればいいのにね。こっちまで来るみたいです。先回りされたら嫌だな。大丈夫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 。沼恐怖症の人だ。結構長いよここ。登っちゃう。下ろしたいねこれ。何、なんか恋のキューピッドみたいなの書いてあるよ。はい、倒して。 OK、 入れ入れ入れ。大丈夫大丈夫大丈夫。なぜ彼は沼に入らないのでしょうか。おそらく底なし沼があるから。潜って、ドクドクドク。コントローラーが心臓のように動いています。 OK。 ふぅ、まだ続く。うん、好きだね。カラスが逃げるくらい怖い場所なんだろうね。早めに行こうぜ少年。やった。できる限りこの少年と手つないでいきたいんだよね。よし行くよ。カラス、静かにしなさい。な、バレた？バレたね。オーケー。遮蔽物と遮蔽物をうまい感じに使って。間に合う？次どこ行く？少年、手離しちゃった。入る？入れる？また家の中だよ、最悪だ。閉めて。最悪だ。マンチェスターがあるぞ。おい、これを使うぞ。これを、おい、ぶっ放そうぜ、あいつに向かって。いいね、少年。お前がエイム役な。俺がトリガー役だ。殺すのは俺だ。わかったか？俺が殺す。俺が全ての責任を負うよ。よくやった。早速1キルしてしまった。いない？もうあいつぶっ放した？本当に死んだ？大丈夫、共犯じゃない。俺の責任してくれ。撃ったのは俺だ。見ることはできない？な、この銃持ってかないか、二人で。担がないか。ひどい耳鳴りだ。オッケー。とりあえず最初の恐怖は乗り越えただろうか。うん、乗り越えたね。海を渡るとさらにヤバい世界がある気がします。Bring me the horizon、 タイタニックとでも行こうか。ふぅ、波に逆らって先の方に行きましょう。なあ少年。プスプス、ヘイ、お前何があったんだよ。なんか喋れることはないか。閉じ込められてたな。殺さず、殺されずに。でも、もののことは殺そうとしてきた。あの猟銃さんの大事な息子だったりするのかもしれませんね。チャプチャプチャプ。ふん。すっごい孤独だよ、なんか。これが夢だったらどれだけいいことか。お互いそう思ってるよな。なんだろうね、この二人の絶妙な距離感は。おい。好きな食べ物は？今何時？ここどこ？聞きたいですけど、三角ボタンも聞きません。何やっても。
プスプスとか言ってくれません。さあだいぶ長い船出ですが、何か見落としてる？大事なものがあるんだろうね。後ろにあるのは見て、あれモーだよ。リトルナイトメア1のあの世界が多分あそこに浮かんでます。すいません、紙考察かましてしまいました。そしてテレビが転がってきてるよね。転がってるっていうか流れてるよね。これどういう意味かっていうと、物語の最初思い出してください。テレビから始まりましたね。もうテレビは洗脳の道具に使われてるんですよ、この世界では。テレビを見ると悪夢を見てしまう。だから全てのテレビを流そう、捨てよう。ただししかし、だがしかしバット、この少年はテレビを見てしまった。そういった流れでどうでしょうか。え、大丈夫？漂流しちゃったよ。何もないですけど、なんかとんでもねえでけえローマ帝国が現れてる。動いてませんか、建物が。動いてますね、完全に。動く建物に入りなさい。目的は何なのでしょうか。牢屋？誰も脱走できないような牢屋？あれ幻覚かな。動いてったな、動いてったの見たの俺だっけ。さらに救わなきゃいけないものがあるそうですね。それは誰か。シックスじゃないでしょうか。きっとまた囚われたのでしょう、厳重な牢屋にね。それをこの少年と一緒に脱出まで物語を進めていきたいと思います。ついちゃったね、ローマ帝国。あれいるよ、子供が。なんかあれいるよね、子供だよね。おーい、お前も一人か。なあ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 、うっ、何それ、何それ今の、ビジビジビジって。なんか吸収したのかな、ちょっとよくわかんないですけども、とりあえず中に入っていきましょうか。食うものと食われるものだそうです。さあ入ると、あららら、らまたまたなんかスレンダーマンが干されてますよ。今回は物干し竿でとりあえず上行きましょう。広い街だな。頑張れる？へい、こっちだよ。とりあえず罠を、罠まみれの場所を通り抜けました。そしてお次は、街ですね。なんかみんなさ、石化してなくなったみたいな、砂みたいな、指パッチンされた後の世界ですね、これは。サノスが全員もともとここに座ってたけども、何かがあって全滅しちゃったよみたいな感じかな。あ、怖っ。なぜテレビがそんなに嫌がってるの。上行きたい。へい、プスプス、へい、頑張れない。手つないぐのもいいんだけども、頑張ろう。ありがとう、俺も手伝いたい。できない、お別れ。またロープですよ。ロープ好きだね、このゲーム。ロープをじゃあ引っ張るよ、とりあえず。せーの、はい、おーいって言ってくる。ちょっと待ってね、まず僕ができることは、このテレビを蹴っ飛ばして、待っててね、これでどうにかできると思うから。あー、どうもできなかったわ。やっべー、少年一人にしちゃった。ただあの少年もね、普通に強いからね、エイムいいからね。 OK、 はーいって言ってる。ちょっと待って、何かできることはありますか。この辺落としてみる。おー、物分かりがいいね。ほい、あら上の方に行っちゃった。じゃあ次は君が助ける番ね。いいね、協力プレイ。幼き少年2人がキュッと力を合わせています。どうしたらいい、手出せる。はい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 、 OK、 行くよ、信じるからね。勇気のある2人だぜ。まだ若いっていうのに大したもんだ。さあまだまだ行きますよ。もしかしてこの子が6だったりする、一緒にやってるけど。いや、もっと強いよね、超能力的なの使えるもんね。左は行く必要ないですか。え、なんかいるんだけど、また頭ブル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 になってるけど、誰かライブしてる下で。これをね、さっき撮ったらね、なんか吸い込んだんだよね、ほら。え、電脳世界だったりする、この世界って。あいつを全員集めるとなんかパワーがもらえるんだろうな。ゆっくりね、ゆっくりね。はい、
ゆっくりでいいよ。これで落ちたらさ、ちょっと面白いよね、後ろの子が。まただよ。なぜ本体がないのか、ちょっと不気味ですよ。隙間から、おっと、テレビ洗脳道具が光っちゃいました。やっぱテレビダメなんだね、この家、この街。ちょっと待ってね、あれを止めなければならない。くっ、見てください、体から力が抜けてってるのが分かりますか。これ右行った方がいい。いやいや、止めよう。止めれる？ちゃー、こんなのが流れてる世界嫌ですね。止めれないか。手をかざすと何？力を吸い取ってる。放送局の電波を合わせる。ちょっと意味が難しいんですけども、このテレビの中を操ってるんです、この少年が。どうやってる？ここだね、ここだね。 OK、 どう？ワープしちゃったよ。まっすぐにしたら、おい、思い出してくれ、数十分前を。物語の始まりはこっからだったよな。スローモーション、まさに夢の中。これは悪夢だったんだ。目が覚めたら楽しいお母さんとお父さんがいて、朝ごはんが食べられるんじゃないのか。まだ夢から覚めるのは早かったみたいだ。すごいね、どんな物語なんだろう。大丈夫？間違いなく現実だったよ今のは。出ようとしたけど出れなかった。最後は出れるといいね。夢から覚めて現実の世界に戻れるといいな。おっとっと、危ないぜ、ゆっくり行こう。とりあえずテレビが不思議な力を持ってるのはもう分かったよね。みんな安心するわ、こういう広いところ。子供たちにテレビを近づけるともしかしたら危ないのかもしれませんね。全くもって世界観がつかめていませんが、先に進んでいきましょう。おっと、学校かな。うわ、あのロープなんかワンでも見覚えあるよ。いやーな、音楽流れてる。おい、キャッチ。そんなことをする気分ではないみたいだ。なんか避難用だよね、このロープって。避難するためにロープを垂らしている。何があったのか見に行きましょうか。夜の学校、時計とか、ま、相変わらず目なんだよね、ワンに引き続き。この目の意味ってなんだっけ。みんな、校長先生の絵が飾ってあります。そしてゴミ箱からは、ん？煙が出てますよ。火事でもあったのかな。あ、怖いね、学校って。電気消したくないんだけど。怖いんですけど、普通に。電気消す？とりあえず一回消してみようか。終わったね。先生の目から光が出てます。なぜ電気を消してしまったのでしょうか。後悔しかありませんね。学校でお泊まり会してたのかな。おい、遊ぼうぜ。へい、へい。え、あ、このサイコロ最初の場所にもあった。これが目なのかな。この子が持ってるということは、これを持って戻れ的な。怖ー、ちょっと待って、普通に怖いっすわ。行きましょう。くぃー、あの目にはめろ的な。オーケーオーケー、はめるよはめるよ、目にはめるよ。オーケーオーケー、目にはめるよ。ここで合ってる。はい、あつあつ。これ持ってく、もういらない、一個で十分。いいのか、いらないのね。いくよ。先生が見てたものは何でしょうか。先生の脳みそのところ縛り付けてますよ、また学校の中で。教育教育、死刑死刑じゃんこの場所。ジャンプでいくよ。教育教育、死刑死刑。何回でもやろう。一発いい音したよ。あ、二人ジャンプする。あー、そんな端くな端くな。いいよ、はい、せーのでいこう。せーの、おー、楽しいね。んで、ここは抜け穴。シックスに開いて、なんでこんな抜け穴があるんだ。来るよ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 、この静かな感じがもう怖い。突然ババンキャーはやだな。なんだ、ただの穴か。
ガンガン行くよ。申し訳ないけど、申し訳ないけども怖いんだわ。おい手伝って、プスプス、おいで。いや、この子がいることでどれだけ助かってることか。一人だったらマジで怖えよ。 OKOKOK。 ライター欲しい。暗いよ。朝になったらもう一回行こうとかできないかな。いっつ降りちゃった。はい、すいません遅刻しちゃいました。遅刻しました先生、ごめんなさい。六六首みてえなばあちゃんがいたよ今。あらあら、今さらどこかい。赤点だよ。私がとっておきの居残り授業をするわよ。OK 理解した。学校も生徒たちをぶっ飛ばすトラップをいっぱい仕掛けている。許せねえよこんなの。そんなことしてて思ってんのか。あ、ちょっと上級生のお兄さんがいます。頼りになるんだよねああいう上級生のお兄さんって。お兄さん、あぶねえ。なんでこれ先生倒すため？違うよね、高さ的に完全に子供をため倒すためだよね。あ、上級生のお兄さんどこ行った？こっち行くけど、隠れろ的な感じ取れる？押せないな。通れるでしょ。通れないんだが意味がわからない。上空行くよ。罠に注意ね。チンチンがあるよ。え？かぶれ！チンチン。チンチンね。あの猿のおもちゃね。オッケー。ふぅ。なん、危ない気がする。グロ！ここは一度行くと思わせてのしゃがみですね。こんなのもう初見殺しですよ。あ、上級生のお兄さん待ってくれてる。行くよ行くよ、ついてこれる？少年ちゃんと待つからね、少年のこと。 OK。 ほんでなんかでもチクリの可能性もあるよね。すいませんこいつら今来ましたよって。ドア怖。え、どっち？だ、何の段？あ、倒れてくるねこれは。いやいやいや、こいつこいつらごめん俺のせいで。バッドエンド？連れてかれたんだが。おい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 、許せねえよなこんなの。オーケーオーケーオーケー、あの子とまたはぐれてしまったね。チクリ野郎たちがいっぱいいたな。なんかでも頭とかなかったよね。お前ぶっ飛ばして。いじめられたよ。これも完全にトンカチでぶん殴れって言われてるよね。おい、チクリやがったなお前。よくもチクリやがって。なんだただのおもちゃか。これ一生も持つぜ俺、悪いけど。あ、いっぱいいるねチクリ野郎。これは多分ね、ナイスバーカメ、自分で仕掛けたトラップに。え、カエル食ってたよなんかこの子。空っぽなのにね中身。世界観むずー。なんかいない？ロッカーの中。先生、遅れたのは僕が俺ですよ。鍵ね、オッケー、鍵を探そう。遅れたのは僕ですけど、殺すのはどうかと思います。へへへへ、アインシュタインがいる。ごめん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 、ちょっと遅れました。さすがにこっそり入ろう。で、前の席座っておこう。あたかも最初からいましたよっていう感じで。くそ、俺の席ねえ。怖っ。ああ、バレた？バレたね。はあ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 。私もいじめっ子の王。この上の鍵が欲しいんですけども。いや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 、ちょっと待って、やばい、来る。終わった。こんな大きい音出したら来るよそりゃ。あら、大丈夫？怪我はない？って。顔見せて。首伸びたんだが。なんもないですよ。大丈夫ですよ。閉じられちゃった、開いちゃった。授業の続きをしてください。僕はこの鍵を使って
お、しまったんだけど、もはやそんなこともできるようになったか。一回奥の方行きましょう。ねえ、どうしよう。待ってたよってやられたら、うわー、こわ。え、俺どこにいる今。いやいや、出ない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 、戻って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 、で、出ちゃったよ。怒ってますね、昭和な先生ですよ。どう、あなた、この問題は簡単よね。あなたでも解けるわよね。解けないのかしら。はい、いいですね。あなたの方はどうでしょうね。この問題簡単よね。解けるわよね。ああ、ちょっと待って、どこ行ったらいいのか分かんないんだもん。一番いいのは来た道を戻ることだよね。はい、よいしょよいしょ、よい子よい子とやってます。嘘嘘嘘嘘嘘、走れ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 、大丈夫大丈夫。え、諦めたんだけど、いける、いけるよ。なんかすごい最終兵器を取り出してきてる。先回りされたかもしれない。めっちゃヒステリックババアだよあいつ、怖すぎる。痛い痛、そういう先生。おっと、負け犬ゲン、何やってんの、天才すぎるがゆえみたいな。 OK、 この間にあれを取る。これは何かわからないが、これ取って、いやいいやいいや、対抗できるってマジ最高だな。な、やられっぱなしじゃつまんねえもんな。なぜ首輪をつながれていたのでしょうか。ねえ、もうあの先生怖い、すぐ怒んじゃん。でもこの武器でさ、先生の首ぶったたいたらさ、意外といけんじゃないのかな。モノはすごいね、優しい少年な感じがしますね。シックスの時はさ、ネズミだの人間だの食べてたけど、今回はもう人助けからの学校で教育まで学んでますからね。教育まで学んでる、教育も受けてますからね。彼はきっと真面目で心優しい少年。まあ今のは白い三角の帽子っていうのは負け犬帽子だからね。海外でもさ、グラセフでもさ、めっちゃプレイヤー通しまくるとあれかぶせられるもんね。だからきっと今の人も、え、先生やばいんだけど、これ普通に伸びてる、こっちまで。今の子もまあ居残り授業的な感じで、いいな、楽だろうなこんな首伸びたらな。ライブとかで伸ばしちゃえわ、ちょっとどうなってるって。まあまあまあ、そんな怖くないかなこの子は。うん、オッケー。おお、もうこれ絶対落ちちゃうじゃん。はいはい、落ちますよ。わあ、何してんだろう。え、これさ、下でさ、めっちゃお尻ペンペンしてない、ペンペンって、その音だよね。めっちゃ見てる、壊す。なんでさ、こっち見んだろうね。いくよ、お尻ペンペン、ほら、こんなことも分かんないの、あなた何回も教えたでしょ。教え方が悪いんだよ。バイ一時の父より。もう逃げたいです、ここから。いきます、せーの。いやいやいや、せーのじゃないね、これ倒すでしょ。で、首伸びてくるから急いでいこう。めっちゃ長いやん、ちょっともう無理だわ、怖い。ねえ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 、こんな隙間は無理だよね、さすがにあの人の先生もちょっと頭のでかさとかあるから。いや、ここで来たらやだなー。 OK、 大丈夫です、先生との授業は続きますと。ですね、はしごがあるので登りなさいだね。はしご押しますよ、まずは。いやだ、いやだそんなにやだ。 OK、 じゃあここで登るよ。でも通るしかなくない、これ。もっと奥に行きたいんだけども。いやいや、だよね、それはそうだよ。どうにかこうにかして、あー、はいはい、掴んで右ね。大丈夫、この音は。まあ隠れる場所がないんで大丈夫なんでしょうね。まあ僕もね、伊達にゲームやってませんから分かりますよ、その辺は。隠れる場所があるのであれば隠れてください。うめき声出してるよ。終わった終わった。ちょっと待って、
オッケーオッケー、素敵な授業ありがとうございます。居残り授業の始まりですか。オッケー、急いで。どんな場所だよここ。本を積み上げてる。オッケー、サスケタイムね。こっちを見てるんだが、いくよ、せーの、掴んで、すぐ右すぐ右すぐ右。俺顔似てねこいつと。ほんでどうしたらいい。はいはい、わかった。これはご了承できないゲームですね。ご了承できないので、しっかり隠れますよ、しっかり隠れますよ。左行って、ほらこっちまで来んだからね、ほらね。いや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 、下水道みたいな音してますよ。でまた戻ります。こうすることで、はい、帰ってください。はあ、なんかでもさ、あの人もさ、多分中身空っぽだよね。言ったね。なんかあの、勝ち終わったらさ、中身多分空っぽだと思う。ふぅ、怖かったー。これで OK？ こっからどうしたらいい？いずれにせよ、あの校長先生と戦わないといけないみたいだね。ただ思い出してくれ。あの猟銃のおっちゃんもぶっ放すことができたよね。今回もぶっ放すよ。腹いせに。子供に向かって腹いせしてんだからね。またゴミ箱が燃えてるよ。え、急に来るねこれ。絶対にバイオハザードみたいな場所来たんだが、上に行く。いやいや、また鍵か。好きだね本当に鍵が。おーっと、なるほど、つなぎ合わせてからのジャンプですね。はい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 。ロンウィーズリーいる、ここ。ロンウィーズリー、また目だよ。地球目、マップに目ですよ。すべて私のものだ的な。引っ張れるんだが、引っ張っちゃった。ああ、これはチェスをしなさいと言われてますね。真ん中キングの、左上カップケーキの、下が十字架、そして負け犬帽子をかぶった少年たち。教育熱心なのかそうじゃないのか分かりませんね。はい、引っこ抜いてこれを向こうにはめていく感じね。左上から2番目、覚えたよ。真ん中キングね。一人チェスを楽しんでる場合か。まずこれクイーンかな。クイーンがここです。はい、でキング、ちょっとこれ欲しいな。オッチの突進できないか。ちょっと足場が必要なんで、あなた来てもらっていいですか。はいはい、なるほど、全てを理解しました。まずクイーンを一回抜いて、あの上のね、キングを取らなきゃいけないんだよね。なんで、すいません、ちょっと一発抜きますね。はい。で、これをこっちにはめます。そうすることで、これを踏み台にすることができて、この上のキングだよね、多分。キングじゃないな。真ん中見たらわかると思うんだけど、子供が埋まってるんだよね。怖い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 。で、こちらが外す。ちょっと無邪気ですね、この少年もね。外して、ここがクイーンです。はい。多分ね。でキングがこの手前で、ど真ん中にね、子供が埋まってるんだよね。おっとっと。でこの縦と横を無限に行けるやつがここですね。でれ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 ん。どう？カチャッとつきましたよ。あ、開きました。秘密の部屋です。行ってみましょう。鍵だ。何の絵だろう。鹿かなんかが糞尿してますね。回収。おっと、なんか画面が揺れたような気もするよ。大事そうにしまってましたね。まあそんなね、素直に「はい、鍵ゲットお疲れ、じゃあ待ってます」とは言えません。図書室でしょここ。鍵が揺れてるだけ。もう怖いからショートカットする。頑張れるよね。頑張った頑張った。オッケー。んで鍵をここにぶち込みます。はい、どこを目指しているのでしょうか。あの少年は戻ってくるのでしょうか。めっちゃいじめられてない。あ、お皿洗ってるだけ。お皿か。え、夜なのに学校運営ってか、そうだよね、さっきもだけど夜なのに授業してましたよね。この学校はちょっと
夜間学校定時制なのかもしれません。すいません、見学に来ました。3年1組白川圭一です。ちょっと覗かせていただきますね。ペッパーミル、OK、あれもしかして、うわー、そうですか、自給自足ですか。上にいますよ。とりあえず僕にできることはこの子をぶちのめすこと。さようなら。おっと、一人や二人って話じゃないね。悪いけども負ける気がしねえんだわ。あー、突っ込むことしかできないんだね。さあ、お親玉、親分まだ生きてるだろ。これ頭まで始まるよ。言ったよみたいだな。さあ、奥はどうなってるんだ。え、問題児しかいねえ。戻れなかった。え、何、子供のふりができたんですけども、確定種確定かと思ってたらここで子供のふりをするわけね。なるほど。はーい、ごめんて、みんなイライラしてますよ。いじめっ子しかいないよ。問題児しかいないよ。こんにちは。みんなストレス発散したね。子供のうちは好きなこといっぱいやった方がいいよ。はーい、ごめんて。おい、お前ら、あー、我慢の限界だ、俺とも。うやー、なんか嫌なことでもあったのかな、みんな。なんでこんなに暴れんだろうね。あれ、あ、はいはいはい、下をくぐりなさいね。バレてない、今のところバレてません。なんで、うやべ俺この子好きだな。何の上でダンスしてる。ダンスくん好きだな。そしてさ、似たような顔の子しかいないですね。みんな仮面、あ、みんなマジで一緒じゃない。みんなマジで顔一緒だ。女の子と男の子みたいな感じだね。 OK、 ふぅ、こんな気持ち悪いところからおさらばだ。まだいるっていうのか。喧嘩ばっかだよ。そりゃ先生も怒るわけですわ。学級崩壊してるよこれもう。あ、でも俺もジャンプしたい。楽しそうな子は楽しそうですね、普通に。いやいや、そんなことはないですわ。あー、鬱陶しい。全員あれでやりたい。みんな喧嘩してるよ。 OK、 お疲れ。はい、さよなら。ふう、あれ、少年の顔が見れちゃうよ。あー、かぶっちゃった。なんでモノはさ、俺に顔を見せてくれないのか。見せてくれよ、モノ。モノというのは片方みたいな意味だよね。モノラル的な。あー、開けられないや。聞いて、声だけ聞いたらすげえ楽しそうじゃない。やー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 。そしてここはなんかホルマルリン漬けされた何かが大量にあります。1、脳みそ取りたい。2、行こう、頑張れる。OK、 脳みそでエレベーターのボタンを押しましょう。これは誰の脳みそなのでしょうか。人間サイズではない。下ろしていきましょう。イエーイ。脳みそ勝ち終わったことあるよって人この中にいます。はーい、あぶね、紙プレイかましてしまった。ゆっくりね。あれ、でも子供たちの興奮も収まりましたね。あ、収まってないわ。やー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 。はい、この脳みそをぐちゃっと触ってポチッと押します。誰かの脳みそかもしれない、大事な脳みそかもしれないので持ってきましょう。おっと、あなた博識、博学ですね。カエルだ、カエルの実験してます。どうしたらいいのこれ。はい、ピンに詰めて。はい、次の場所は、はい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 、向こうですか。歩きたいね。何を思った。メス、ナイフ。行きたいけど油断、あの、違いはゴリ押しできないから。このゲームやっぱりナイフ3つ、どれも変わんねえだろ。一番いいナイフはそれかい。はい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 、次に行っちゃいますか。閉めないでねえ。なんでいつも閉めんの。閉めてないわ、いけるわ。お邪魔します。ゆっくり。授業に使う何かを準備してるんですかね。えらい。ただ
子供たちも取り返しのつかないから暴れてるよ。脳みそ足変える。なるほどなるほど、理解しました。ここはね、上からじゃないといけないといった感じのシステムでした。見て、レバーか何かを持って人体模型にはめる。教育熱心ですね彼女もね。やばい、ちょっと突っかかっちゃった。あー、バレた。気のせいだと思うよ。おばあちゃん人影くらいよくあるんじゃない。こんだけさ、脳みそだのカエルだのあったらね、人影の一つや二つ見えますよ。意外となんか最後まで追い詰めないんだよね。ほんでゆっくりでいいよ。ジャンプ、何してんの。ん、先の部屋に行く。ここ行きたいんだけどね、絶対バレるよね物音で。いやもう勢いだな。行けたんだが、行けた行けた。オッケー入ってくんなよ。オッケー完璧完璧。よーし、うわー、来そうじゃないこのデカさ。え、怯えてるもん。見た今の震え具合。大丈夫だ。イエーイ、いじめのタイムが始まったぜ。なんでみんな目の絵を、皆さんここで一つの疑問が生まれませんか。なぜみんな目の絵だけ描いているのでしょうか。ちょっと距離感むずい。危ねえ。まあ悪いけどハンマー手にした俺に怖いものはねえんだわ。一人残らずサクリファイスしていこう。まだいっぱいいんだろ、かかってこいよ。俺が一人残らずでやっちゃってやるぜ。はいはい、こんにちは、いらっしゃいませ。四角ボタンが押せませんでした。すいません、大変知ったかしてました。罰ボタンね、罰ボタンで殴れる。これができたらお前たち怖くないんだわ。で、奥行きよ。奥行きが分かれば怖くないんだわ。見て、最強の男がハンマー握っちゃってっからね今。からの、まだ隠れてますね。怖いことするわけですね。ゆっくり倒す。奥行きが大事。奥行き、ここで OK、 完璧ですね。まだ来い、いくらでもかかってこいよ。ん、罠がありますね、気をつけて。はい、で、はい、で、気をつける。最後まで、まだ続く。いいよ、何人でもかかってきな。これは何罠。おい、もう最悪だよこいつ。てか少年じゃないか俺たちの。これどうしたらいいんだ。俺の選択一つで少年を殺してしまうことになってしまう、死なせてしまう。ダメだ、その前に倒さなければ。まず倒す、で倒す、でどうしたらいい、どうしたらいい。クッションかなんか引いてあげられないか。ん、え、壊しちゃっていいの普通に。いてててててってなると思うんだけど。はい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 、ゆっくりだね。大丈夫だよ大丈夫だよ、もう一回、もう一発ね。いてててててなっちゃったじゃん。大丈夫少年。へい、だいぶいじめられちゃったみたいですね。先生に捕まってはないのか。髪の毛がボーボーですよ。怖かったね、大丈夫だよ。先生を倒しに行かないか。このままお疲れ様でしたは嫌だよ。大丈夫か、ゆっくり俺の手をつかめ。行くぞ。え、おしまい、ここのステージ。先生ぶっ倒してよ。俺、二人で力を合わせて、あの六六首。いや、わからないね。でもなんかこの感じ、次のステージじゃない。次か。まあいいか、あのおばちゃんはね、僕たちに教育をしてくれただけだもんね。またピアノです。無限にこうして遊べられるよね。ただここから脱出しなければいけないとのことなので、こちらを引っ張りますね。カタ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 。この先どうなるのかわかりません。ただピアノを破壊していいのかな。めっちゃ重いよコントローラーが。あ、勝手です、僕何もやってません。まだやる必要がありそうですね。もう一回やろう。え、あ、ピーンとなったからこっからいけるよってこと。 OK、 教えてくれてありがとう。せーの、登っての、あ、またジャンプね。タイミングジャンプ好きだね君。せーの、せーの、はいはいはい、でででで、でで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 で、
また鍵だよ。またこっち手伝って。好きだね鍵、本当に暗いな。登るよ。 OK。 おっと、これは確実に友達。ほい、それくれないか。敵かーい。カエルを倒して楽しんでるこの子をどうにかこうにかしなければならない。やばい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 。はい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 、取って。オッケー、しまって。なんかすごい拳銃ありません？これ。あーあー、ナイス、気を引いてくれてありがとう。俺たちはもう共犯者だからな、この時点で。だいぶな。開けられる？意外と力持ちな二人。オッケー、これくらいでいいでしょう。ナイスナイスナイス。なんかすごい、どんどん戻れない場所まで来ちゃってる感じありますね。心的に、人間な心的に。まあいいんだ、生き延びるためだ。戦いが激しくなりそうですね。まあ一発でいきますよ。ちょっと待て。いや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 、こっそり近づいての。少年、やる気満々だな。俺がしなくても、俺がしなくてもだ。すげえや。危ないぜ。うわ、ごめん、俺いらないね。大丈夫？息の止めた？俺も手伝おうか。大丈夫だね。ナイス。え？大丈夫だよ。大丈夫大丈夫。生きるダメだもん。行くよ。気にすんな、それくらい。誰かがピアノを弾いてますよ。結構うまい。ドゥン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 。まあ練習中なのかな。え、なんでこんな怖い音するの？てんてんてん、上手ですね。上行きますよ。モータルとかいるみたいだ、この学校には。あ、バレた。てん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 、誰かが弾いてるよピアノ。プスプス、こっちこっちこっち、この奥だね。誰が弾いているのでしょうか。あ、こっちからね。オッケー、手を貸そうか。貸さなくていいのね。めっちゃ切れてない？うまく弾けなくて。怒ってるよ多分、上手に弾けないからって。これで何かできたらやっといて。何もできないね。あ、登れるのね。 OK、 頑張ろう。先生ではないと思います、これ弾いてる子は。間違いなくなんか練習してるからね。先生だったら上手いでしょ。怖いなこの細いところ。ちょいちょいね、なんかね、あーもうこれ以上先行かない方がいいよって音楽流れんだよね。先生か。え、これ倒せんじゃないの？やったー、やっと倒せるぜ。ちょっと待ってね。はいはい、作曲中でしたか。そうですか。トゥントゥンテ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 ン、ピアノに夢中だ、その間にこれを弾いて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 。ぐちゃってやりたかったな。渡れるだけかよ。まあいっか。 OK、 渡ってます少年が。ゆっくりでいいよ。はいはい、ここら辺でいつもね作曲するんだよね。ここは C フラットにしましょうかね。 OK、 あ、話してもいいんだ。はい、曲を書いたらまた弾き始めるので、登り始めて先に行きます。オッケー、充実してるよこの先生の一日。曲を作り、子供たちに教育を教え。あ、行こう。あ、ああ、ごめんごめん、うわー、ごめん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 、ちょ、ミスった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 、うわー、ミスったミスったミスった、走れ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 、ごめん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 、ちょっとごめんね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 。これさ、首折れないか、どうにかしてガチャって。首長すぎだろ。おい、どうにかして助けて、首ちょんぱしよう。いや、どんだけ伸びんだお前。いやー、切りたいねこの首、強いんだもんだって。終わり、めでたしめでたし。
まだ続くな、あの先生はな。すっごいトラウマ的な展開でしたね、今のね。そう、リトルナイトメアやったのは1。昨日ね、昼寝したら2やろうと思って昼寝したの。すっごい怖い夢見た。なので皆さんも今日の夜夢を見るときは悪夢じゃないといいですね。ガンガン続いてきますよ。6に会えるみたいなパッケージにそれこそ6がいたと思うんですけども、6っていうのは前回の主人公ね、超能力を持ったこの子なの、もしかしてずっと一緒にいる。違うよね、もっと心強いと思うんだよね。それか能力を奪われた的な。またアベンジャーズエンドゲームの状態だよ。何これ、入った方がいい？入っとくよ。じゃあ入った、何もできないですね。蓋がないと登れないので頑張って押して、ナイス閉じ。これできっとジャンプで、まあ足さえ滑らなければいけるのではないのでしょうか。行ってみましょう。少年よく見とけ、俺の走りを学ぶんだぞ。行くよ、ここからせーのせーで、どう、なんなら力貸そうか。ジャンプ力高え。未来のオリンピック選手を今見ることができました。さあということで、お家が続いてますよ。またまた何かが落ちています。あ、やべ、テレビ電波触っちゃった。キングの被り物、船、うわー、こんな折り紙昔おったね。船ってやってお風呂で浮かべたわ。投げちゃいました。まだまだ続くみたいですね。おっと、見てください、この黄色いカッパ。思い出した？少年、これはまさかお前だったのか。6、おかえり。そうだ、よく似合ってるよお前に。アイデンティティ、お前だったのか。じゃあもっと強いはずじゃないか。会いたかったぜ。いや、最初から会ってるのか。ああ、はいはいはい、そうですか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 。面白い展開になってきたね。いや、わかんないよ。でもこのカッパさえかぶってしまえば誰だって6になれるからね。じゃあ俺この帽子、すいません、取れませんでした。味方が6だということが分かった以上、もうバンバン超能力使っちゃってって感じなんだよね。もう怖いものなんてないって意味ですよ、これは。すなわちこれ上行きたいです。テレビつくなよ、力を貸して。 L、 ほら投げるようになっちゃったよ。それかぶったら行きます、登ります。見た、今の、今までのさ、平じゃないよ。行け、俺の道を作れ。そう言われた気分ですよ。これはこちらから押せばいい感じに、あなたも通れますね。はい、オッケー、お待たせ。ちょっと怖いな、やっぱカッパかぶられちゃうと。すいません、働きますっていう気持ちになっちゃいました。今までさ、大丈夫だよ、俺が守ってあげるからねっていうのがさ、すいません、自分先行きます、道を作っておきますからっていう気持ちになっちゃいましたよ。さあ、ガンガン続いていきます。漁師のおっちゃん先生と来ました。次はなんかもっと怖いの来てほしいな。来てほしくないけど来てほしいな。予想するよ、消防士のおっちゃんとかかな。次、卒業式、あ、終わったみたいだね、このステージはね。ふぅ、一件落着っと。ただまだまだ続きますよっと。ガンガン突っ走っていこうぜ。次は病院かな。まあホラーゲームといったら病院との相性抜群だもんな。やっべ、くちょくさボイスが出てしまった。すげえ、あの恐怖心が薄れちゃってますね。こんにちは、患者さんですか。うん、車椅子に乗ったおばちゃんがこっちを見ていました。聞こえました、声が。僕には聞こえましたよ。そこから先は行くでないぞ、とんでもない化け物が潜んでおるからの。おっとっと、6、ありがとな。病院の中にアスレチック作ってみた。フィッシャーズが建てた病院があるのであれば、こういった病院の内装でしょう。ナイス、6が主導権握ってんだか。おい、俺最終的に食われんじゃないか、6さんとやらによ。ほら、この通りだよ。皆さん気づきましたか、さっきまで私は彼に教える立場でしたよね。ただこの黄色いカッパを取った瞬間、来た瞬間、羽織った瞬間、彼の主導権を完全に握られちゃってるもんね。なんか嫌な感じがしますよ。僕の考察をしましょう。
この主人公モノね、6が作り出した片割れなんじゃないか。すごい患者さんが吊るされてますよ。マトリックスみたいな世界だな、ここ治るのかこんなんで。諦めてんだろ、おふざけだよな完全に。とりあえず押してみた、ポチ、わら。このフューズをどっかにつなげろってことだね。6が先に立たない、そんな怖いことがあるか。もう運べって、6持って、これできるだろ。はい、見てください、こちらに差し込んでくださいと言われてます。わかりました、差し込んであげましょう。エレベーターカチャン、え、落ちるよ。いや、気をつけて。初見殺しが多すぎます。なんかさ、ちっちゃい穴みたいなのあるじゃん、そこを急いでつなげみたいな感じだよね。はい、頑張って頑張って、引っ張って、 OK、 入って、俺を見捨てちゃダメよ。 OK、 なんで落ちたんだろう、さっき。ちょっとゲームシステムが難しいです。先に行ってんだよね。いやー、頼れるね。怖いから先にどんどん行ってほしいね。こういうとこでも先にどんどん行ってほしいね。ライター持ってないか、明かりを灯しましょう。え、消えちゃった。 OK、 怖いよ。ホラーゲームとライトの抜群だよな、相性は。でも、ということでこちらの廃病院を探索していきたいと思います。まあ基本右に進むね、多分ね。こっちまっすぐ行ったらね、なんかあるんだよ。進めるな。うわ、びっくりした。ほら、こういうのがいると思った。だよね。まあただね、全部集めたらね、トロフィーかなんかもらえると思うんだけども、今回はそちらにフォーカスを当てないでクリアすることを目指していきたいと思います。6、こういうところこそ先に行ってくれないか。わら人形ハサミが落ちてます。走ります。まだここの病院に出てくる敵がわからないのでちょっと怖いです。そろそろ出てくる頃だとは思いますが、出てこないです。閉じ込められてますね。奥に行きましょうか。後ろから追っかけられるね、多分ね。来るよここ絶対に。はーい、こんにちは。249、ここでライト押したらば。いや、なんか投げろって言われてる。6、どうしたんだ。おい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 、裏切られたんだが。いた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 、何やってたの。絶対なんか、いや、悪いことしたでしょ。え、6、怖くて壊れない。とりあえず自販機、はい、味噌スープ出てきましたので、これをぶち当てたいと思います。なんで6はこっちに来ないのか、それがすごい疑問ですね。まるでこの先にいる魔物が誰なのか分かってるような。怖い、なんで来ないの、来いよ。いますよ。あ、やばい、テレビだ、急いで直そう。テレビ人気だ、首とかもげちゃってますよ、これ見てる人たちは。大丈夫、目ん玉マンがいる。あれ、絵にあったやつじゃない。とりあえず合わせますよ。チャンネルをこの辺、こうだね。もうちょっと大事なのはね、この廊下をまっすぐにすること、ここです。さあ、次は抜け出すことができるのでしょうか。この扉の奥は何だ、トラウマの扉だな。人間誰しもあるよな、思い出したくない記憶というものがこの扉の向こうにある。モノ、立ち向かうんだ。まだ早かったか。そしてまた6が来るんだよね、いつの間に。ありがとう、来てくれて。ん ?6 も見ていたのか、いや、助けてくれたのかな。行かない方がいい、そっちにって言ってくれたのかもね。広病院です、広病院が始まりました。ライトは？ライトは継続です。モノは、あ、6は来ません。まあ、とりあえず電気2つ必要ですか。そうですか、電気2つからのガチャンだね。手伝える？うん、何の意味もないね。 OK、 フューズを探しましょうか。え、怖いんだけど敵がいない感じ。クマちゃんの中に鍵があるって書いてます、レントゲン。 OK、 クマちゃんはどこですか。これですか、目の絵だったりなんたりかんたりがあります。子供が入院してたのかな。
結構グロテスクな絵とかも描いてますね。スレンダーマンの絵も描いてる。とりあえずじゃあ僕これ運びます。いいんだよね。え、何か運んでる。チンチンチンを運んでる。なんで？で、ちょっとレントゲンでも一回測りましょうかね。そしたらここでね、はい、ここに座ってください。僕測りますね。あなたも一緒に測ります。ダメですよ。うぅ、え、チンチンチンの中にあるんだけど。あ、それ返して。いや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 、ちょっと待って。まあ、え、どっちだろう。あれかな、カチャカチャの部分かな、今のやつは。なんでそんな大事そうに持ってんだろう、チンチンチンを。ちょっとめんどくさいから一気にやっちゃおうか。これ投げておいての。いやでも耳がついてるからクマさんだと思ってたんだよ、あの左上の絵的に。ちょっとシックス動かさないで。オッケー。やっぱりチンチンチンの中だな。だよね。これだけちょっと見れてないです、奥側。ごめんなさいね。ちょっとずらさないでもらっていいですか、シックスさん。お前らどけ。このウサギだ。ウサギをここに置く。んで、はい、レントゲンの時間です。あー、ウサギですね。これをどうしたらいいんだろう。あ、人間の骨が見えてるよ。とりあえず持ってきますか。なんかエレベーターがあったからね、もしかしたら上に手術台があるのかもしれません。大事に持っていくよ。シックスは大事にチンパンジーを持ってます。上行きますよ。行けるかな。行けるんだよね。リトルナイトメアのエレベーターは入ったら上がりがち。ボタンも何も押してないのにね。まさかの下ですか。うわー、痛い。安置室みたいな場所来ちゃったよ。どこだ、手術台は。こんなか。燃やすってこと。焼却炉だねこれは多分。おい、ちょっと一回入ってみるか。あー、そうだね、こう焼却室だね。こん中にこのクマさんを入れましょう。ちょっと難しいな。 OK。 あー、やってくれた、ありがとう。あ、ダメだよ、シックスとか絶対入っちゃダメだからね。燃やせ。2つとも燃やした。俺もいつか燃やされるからな。今のうちに予習だ、予習だ。どう？なんでさ、チンパンジーも燃やしたの？やっぱトラウマになってんのかな、シックスからしたら。あの前作での出来事がチンパンジーに嫌な思いがあるのかな。んで、これだけ？これで鍵が手に入ったので上に行きたいですね。この緊張感なくなってる感じ危ないですよ。ちょっと緊張感持とう。何も思ってない時に急に来るババーンが一番怖いからね。鍵をゲットしたので上が開くようになりました。ただ電気のヒューズが一個もまだないんだよね。誰も動いてないね。異常なし。 OK。 そしたらこの右の手前の方ですね、2つもあるよ。まだ1個も見つけてないっていうのに。ここに2つあるかな。とりあえず開けてみよう。開けごま、カチャリ。お邪魔します。来そうだな。うーわ、なんでこんなツールすかな。ただ人形なんだよね、どれもこれも。怖いね、怖いね。あー、やだやだ。こん中通れってか。いやー、怖いね。おもちゃの救急車さん、ここ登りたいです。お願いします。え、一人になっちゃうんだけど、開けられない。くっそ、走るしかねえ。大丈夫、なんか来ることはもう確定してる。なんか来るよ、なんか来るよ、なんか来るよ。来ないかい。ううごめん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 。引っ張って。手が動いた。ちょっと待って、間違えた間違えた間違えた。今回は手がボスですか。でも手なんか持ってけばさ、何もできなくない。登って。あー、集合してる感じある。あー、危ねえ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 。ひーくあー。 OK、 ここは上だね。ちょっと下かと思わせたの上だったね。大丈夫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 。お前は下通れんかい。登れるか、お前は。登れないよな、手だもんな。手だけで登る。登ってる。器用なお手手なこと。こんなところ絶対入れるじゃん。でも走れ走れ、来るよ来るよ、押して押して、来るよ来るよ。あー、ごめんなさい、誰かの死体。ごめん、行く。来てる。止まれねえ止まれねえ恐怖。あ、今来たね、今来ましたね。上にいます。で、ヒューズはどこですか。どこに。うわー、ごめん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 。
あぶねえ、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 あぶねえ。とりあえず上行こう。何かした俺、手に対して。やべ。あ、ヒューズ来たー。一発こいつ壊そう。待って、間に合わない。急いで。おっと、そんなプレイが求められてる？決闘の時だな。オッケー。手を骨折、骨折させろ。どっから組んだかかってこい。俺はハンマー持ってるぜ。オッケー。あー、そういうプレイね。待て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 。オッケー。もっと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 。いやーん、怖いです。上の方にいたら逆に強くないか。あー、お前好きだね、マスターハンド。オッケー。どうどうどう。もっと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 、もっと粉々になるまで、動けなくなるまで。トロフィーゲットした。よーし、オッケー。これで一つ目ですね。これ持って帰るの遠いよ。近道とかあったらいいんだけどな。シックス大丈夫だね。あいつは大丈夫だ。はい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 、なるほど。ここ終わっての、オッケー、オッケー。あ、シックスいない。いた。何やってんの。え、確かめてる。何やってたんだお前。まあ、とりあえずこれ1個運んどくよ。俺見ちゃいけないもの多分見たよね今。でもう1個の方がね、ええ誰か来てない。もう1個の方が反対側にあれなんですよ。このヒューズ1個はめる場所があったので、そこでその先にもう1個のハツがあると思うんですよね。ここ6。何してた今。指で遊んでたよね完全に。さあ行きましょう。まあ怖くないな、ここは手だもんだって。ただの、おっと、もう一個必要ですか。ここなんか死刑台みたいなのありますよ。どうやらあそこじゃないみたいだな。ここにも穴がある。ちょっと助けてくれないか。プス、手伝ってる。あ、オッケーオッケー、ここからだね。また一人だよ。ふう、いますね。今にも動き出しそうな。とりあえずこれレバー下げましょう。はい、動きました。で動くじゃん絶対お前。ごめんなさい、通ります。え、通りたいんですけど。 OK。 はいはい、夜になると動く的な感じね。光を当てると動けないということになりますね。当てっぱ、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 当てっぱ。後ろ通りたい、後ろを通りたい。もうちょっと進んでくれない？ほんと急に動くからねこいつ。当てたままにしたいんですよ。オートエイムとかない？オートエイムとか。お、違う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 よ、違うよ。はい、はい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 、終わったよ、終わったよ。オッケー、右向いたまま。そういうこともできるのね。ふう、濃いよ。明かりあるぜここ。もう戻れなくなっちゃいました。ちょっとね、普通に難しいっすね、このゲームね。あの、扱いがね、ライトだったりが、ほら、右打ってたり。絶対動くじゃーん、こいつら、絶対動くやーん。まあいいだろ、俺にはライトがあるからな。え、こっち？こっち行きますよ。いいよ、動いても、俺ライト持ってるもん。あのね、対抗できる何かがあったら意外と怖くないことに気づいた。お前、怖えよ。なんでみんな壁とか見てるの？引いて、オッケー、オッケー。意外と諦めるんだね。ライトのプレイングスキルが求められてる。お前もう初見殺したって、それは。はいはい、こっからですね。できる限り奥の方を歩いていきましょう。手前に注意、手前に注意。こいつですね、こいつですね。はい、奥からもですね。はい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 、ライトの操作感がむずいです、むずいですが、明かりを照らされると彼らは止まってしまう。明かり恐怖症ですね。待て待て、あ、近づきすぎじゃない？ちょっと距離保って。あー、逃げ逃げ逃げて、間に合う。うふふー、来いよ。明かりあるぜ。え、すっごい離れちゃってるよ、目的の場所から。この上でいいのでしょうか。いや、良くない気がしますが、まあ穴があるので多分こっちで合ってると思うんだよね。登れる？いけた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 。オッケー。ほんで、え、すっごいシックスと離れちゃってるよ、目的の場所から。パフパフ、ガンガン進みますよ。ちょっと画面が怖い逆に。
なんか嫌な予感するね。うわー、びっくりした、びっくりした。穴があるところに注意ね。はいはいはい、こっち、オッケー。びっくりした。え、やべ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 、来て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 。ああ、落ち着いて、大丈夫よ。ライト当てて、ライト万能、余裕の万。え、まだ来てる。え、どっちどっちどっち、右、後ろ、前、後ろだね。ね、もう前からも来るよね。ね、急ごう、走ろう走ろう。ジャンプ、一気にジャンプ、間に合って、ふぅ、オッケー。登るのか、お前。登れないよな。なんでかって、関節がないからだよ。まだ続くの、もういいよ。シャワー浴びよう。はい。あー、なんて安心するんだ、明かりっちゅうのはよ。うん、はいはいはい、ソープを当てろね。ちょっと戻ってる感じある、いいね。オッケー、ほんでほんでほんで、お風呂を楽しんでますね。いや、無理やり入れられてたんだのか、多分そうだね、かわいそうに。この車椅子借りてもいいですか。すいません、動かせないな。どうにかしてこいつを降ろさなきゃいけない。ということは電気を消して移動させなさいってことだよね。あ、早くもこの事実に気づいてしまった天才です。よろしくお願いします。まずは消します。消して向こうまで行きます。することで彼は男なのか男性なのか女性なのか分かりませんけども動くよね。うわー、危ねえ。おーし、一回落ちろ。もうこれ絶対死ぬから、右を向いたまま後ろに下がりたい。違う、ねえねえ右を向いたまま、そう、下がる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 。来たよ来たよ、走って、この電気をつける。はい、間に合うよ。うー、風呂でも入っとけ。何者ですか、体はないのに。呪い的な感じ。あ、分かっちゃったね、多分シックスが倒したあのおかみさん、前回あの人が封じ込めてたんだよ。ごめん、黙るごめん。でもそんな感じじゃない、なんか魂を吹き込んでるみたいな感じだよね。 OK、 これで窓押さなきゃいけない。奥まで押したがりだね、あったく、分かったよ。こんな素直に言っちゃっていいんすか。素直じゃないけど言っちゃうね。ほんでほんでほんで、また手ですよ。うわ、もう動きますよって見た目やめてくれる。はいはいはい、大丈夫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 。もう手の形俺今グロいよ。あ、見えない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 。クープ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 ー。走れ、こっちだ。オッケー、また続くってよ。どうするよ。おいおいおい、急げ急げ急げ。まあ電気があるから大丈夫か。電気消えちゃうんだよね。はいはい、フューズをこの中に入れてって感じだね。ごめんね、待たせた、お待たせ。そうしたらちょっと待てよ、入れる練習しよう。あれを抜いて、これがフューズだとする。で、これ運ぶ。で、これをこっちに投げる。完璧だね。投げたら彼がカパってやって飛んで、まあ入れてくれるよね、そのまま。よし、行きますか。投げたらそのまますぐこっちを向く。スピードが求められてますね、スピードを。せーの、ちょっと待って、意味取れたから。ただの、てかここ何、指揮室じゃん、目の前にぐるぐるぐるみたいな。はいはいはい、死刑実行中。はい、オッケー。え、消えないの電気。なーんだ、てっきり停電するもんだと思ってたよね、今焦った。はい、お願いします。一応照らしておきましょう、左。俺も入りたいな、それ。え、これまた戻んなきゃいけない。 B で開かないか。 B、 ナイスナイスナイス6、ありがとう。ナイス。はい、これ回収しますよ。あ、これは練習用です。これですね。 OK、 完璧っすね。
完全に理解したね。理解した勝利。男の勝利。とりあえずこれ投げておいてのこっちもまた引っ張っての OK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  もうこれクリアじゃない、リトルナイトメアね。一番難しいものをクリアしちゃったよ。投げての慣性の法則、働かせての違うね、何かの法則なのは間違いないね。さあ果たしてこのエレベーターの向こうには何があるのでしょうか。死刑執行を見守る何か、お母さんたちの席かな。結構ダークだよねやっぱこの世界観。2つ目実行です。シックスお前裏切るのマジ禁止な、頼むぜ。オーケー、これでガチャ。どうですか、どこに繋がるんですか一体。これは緊張しますね。行きました、行っちゃいました、何も考えずに行っちゃいました。え、もうクリア、これ来るぜ、上から下から正面から。手をつなごう、シックス怖い、手つないでくんないんだけど、なんでよ。あら真っ暗闇についちゃったよ。何を目指してるのかわかんないけど走るよ。シックスがいるから多少は怖くないです。暗すぎない？一回電気消してみていい？これですよ。おっと猛獣がいますよ。これライオンの声が聞こえる。いや精神病の人がいるのかな。これ登れる？登ってね。 OK すいません通ります。またお前たちか。シックス気をつけてね、こいつら動くからね普通に。ただ電気があるから大丈夫なのかな。はいはい、また壊しなさいと。壊しましょう。じゃあ、待って待って、先にやっとこ、先にやっとこ、やっとこ。ナイスシックス、オッケー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 、大丈夫大丈夫大丈夫、俺が潰しとく。逃げやがったビビリがよ。あーあーああ、また落ち着いて落ち着いて、オッケー。待って待って待って、もうちょっともうちょっともうちょっと、グー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 。おいシックス来るって、ごめんシックス、ごめん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 、やだ俺やられる、これやられたくない。シックス頼むぜ。いいね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 、俺も手伝うよ。来た、守るよ、せーのせーで、一回引いてーの、もう一回やるよ、もう一回やる。あ終わった、これ負けだ、負けたくない、ぐちゃりと。おーい、タイミング測るのマジ苦手なんですけども、なんでそっから来る。終わった、くぅ危ない危ない、ぐちゃぐちゃにしとこ、ぐちゃぐちゃにしとこ、起きるかもしんないからね。それできない、俺が壊すよ。あ、まじ間違えた、違う違う、ごめんね。ふぅちょっとね、難しい、普通に怖いっていうか難しいね、怖いけど。うぇー、なにこれ、顔面なんつんだっけこういうの、デスマスクを作ってる場所に着きました。今制作ナウですか、絶賛。え、とんでもねえでけえのがいいんだけど、何こいつ、デスマスクの主、おお、レリック博士。はい、え、バレてないバレてないバレてない、いや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 、え、これバレてるの、なんで、え、どういうこと。このゲームはあれっすね、基本走っちゃダメなのね。キュポって抜いたよ頭を、まあ、頭っていうか人形の頭なのかな。変な趣味、なんでぶら下がんなきゃダメなのそこで。興奮してる、最高だ、俺はこれに命をかけてる。おっと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 、え、バレてる、めっちゃアピールするじゃん、顔こっち何してるの。え、やばいんだけど、あーびっくりした、ペットもひっくり返す、何しに来た、アピールね、オッケー、俺ここだよっていうアピールね。あーなるほどね、それに合う形があるのか、いや体調チェックか、先生だねじゃあ本当に。変なの、体調チェックよしね。うわー、あれボタンを押さなきゃですね、ちょっと待ってね、
力合わせんのかな、力合わせようか。そしたら行くよ、シックス。へい、プス、これ押したいです、頼むよ、押せない。あー来るよ、危ない危ない。え、おもちゃ取んなきゃなの、めんどくさいことさせるね、まったく。見つかったら終わりだぜこれ。ちょっと一回こっちの方まで行くよ、行くよ。どうなってるかわかんないよこれもう。これ今ダメだね、電気が光ってる時はダメ。いやいやそんなことない、こっち向いてないもん。行ける、勇気を出せ。あ、終わった。あーこっち見てる、すっごい角度だねー、まったく。大丈夫大丈夫大丈夫、これもここまで来たらもう勝ちよ。はいはいはい、患者の手当てですね、忙しいですから。ここのパーツはこっちじゃなくて合ってるかなーって。音鳴っちゃうぜこれ、音鳴っちゃうぜこれ。あー行くよ、間に合うよ。右登るか、え登っていいの、急げ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 。おーっとっとっと、危ねえ危ねえ、無理じゃん絶対的に。え、どうしたらいいの、これ一回やり過ごす必要があるね。 OK、 すぐ行くだけが正解じゃないんだね。またついてくんのかよ、上の方だよねでも答えは。いやでもシックスがずっと隠れてんだよね、また戻ってくんのかな。音はしたけどこっちかなって。いや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 、何もしない。 OK、 今がチャンス。変なの、奥の方に行きましたよ、走っちゃダメだよ、あいつ敏感だから耳。はい、ここを OK。 え、待って、シックス落ち着いて、あ、教えてくれてるのね。こっち行って左行っての、上行きましての、右行っての OK。 こんなもんじゃない、でも病院もそろそろゲームクリアな予感。先に進むよ、ここには来ないでしょう。お、外じゃない、落ちないように気をつけよう。うー怖い怖い、いるね、まだ続くね。 OK、 いいよ、いくらでも遊んでやろう。大丈夫大丈夫大丈夫。え、もうラスボスじゃない、これどっかの床落ちるで、こっからだ、こっから落ちて、あ、また鍵だ、鍵を持ってきなさいって言ってる。ですね、そうですね、これは何、中入れんの、繋がってるのかい。死体安置室ですね、こっちじゃないね、もう一個反対だ。鍵なんかでもあったっけな、見た感じ、ん、いけない、こっちからじゃない、え、おかしくない、どういうこと、あ、引っ張ればいいのかな、了解了解了解、引っ張りましょう。はい、引っ張って引っ張って引っ張って、はい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 、んでプスプスやる、頼んだよ、よろしくね。怖えな、ちょっとたまにはシックスに行ってもらいたいぜ。 OK、 着いた、鍵ですね、遺体が持ってそう、あれかな、上にある、あ、あれだ。 OK、 なるほどね、ジャンプジャンプで行きなさいね、めっちゃしたいめっちゃしたい、ごめんね、安らかに眠ってるところ申し訳ないぜ。 OK、 んでここからジャンピングアクション、いけ、完璧。先生が来ないですね、なんで、音が鳴ってないから、上から来るからな、あいつは、気をつけろ。よし、ちょろすぎなんだか、あ、やっちゃったねって音したね。プス、はい、もうゲットしたよ、戻るよ、行くよ、頼む。いいね、意思疎通ができても図れてますよ、シックスさんとモノさんの間に。大丈夫かなシックス、なんか利用されてる感じささえあるよ、レジェス6に。はい、かちゃん、でどうなるってんだ、あのおじいちゃんはいるのか、死体まみれだよ、死人多すぎない、まあでも灰がたかってるからだいぶ時間経ってるよこれ。上に登れだね、了解了解了解。結構なんか難しいね、普通に謎解きもあって、6に教えてもらいながら行きたいところではあります。で、アスレチック要素もあります。はい、ここまで来てこうですね、完璧、ガンガン行くぞ、あいつはいつ戻ってくるか分かんない。また倒したいな、猟銃のおじさんみたいにできれば。めっちゃ長いはしごよ、どこに繋がってるっていうんだ。
また電気だ。いるよあいつ。電気か。次は、え、何してるの。ないな。あ、手洗ってんの。大事大事、消毒は。ほんで戻ったね。 OK。 え、あれがヒューズじゃないよね。もっと奥だよね。できるこれ。これさすがに無理か。いけるってのか。気をつけろよ、ここで待ってるあなた。気をつけてね。おわお、生存者1名確認。え、あれを止めるの。え、これ止めちゃっていいの。今止めてくださいレバーあったけど、俺一人の命奪うことになるよ。いい人なのか悪い人なのか知らないけども、先に進むためです。何の躊躇もねえや。ピー、やばい、来る。ゆっくりしてる場合じゃなかった。終わった。ごめん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 。あっ、あっ、 OK。 えっとあれなんだよね、あの奥の方なんだよね。走っていいの。待って待って待って、一人にしないで。はい、これ引っ張るよ。ナイスナイスナイス。これもちょっと引っ張っとこう。え、引っ張んないの。俺が引っ張るよ。じゃあはい、力を合わせて。こっから上に登って、どうしたらいい。来るよもう、早く。おい、助けてくれ。 OKOKOK。 何してるんだあのおじいちゃんは。急いで、来るよ。あー、来てる。え、落ち込んでる。ふう、大丈夫大丈夫。ふう、生存者またまた1名やってしま…おい、6ダメだよそれ。わっちゃん、来るよ来るよ来るよ。なんかワープしてんだが、急げ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 。ちょっと挟まってる。あ、挟まった。あー、挟まっちゃったよ。オッケー、スライディング。6待ってよ。ねえ、あのですね、こちらのゲーム1回でも遅れたりしたらダメです。ここでいかに最速でいくか、最速でいくかが大事。はい、6の方が足早いんだけど。はい、ここスライディングね。スライディングからの、これ大丈夫。はい、ジャンプ、多着地、間に合う。遅れてないよな。そうだよな、まだ続くぞ。次の初見殺しポイントはどこですか。ここも遅れてるな、ちょっと6の遅れを取ってるな。走れ、できる限り走れ。1、2、3。あ、危ない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 。で、こっちも下がっての、ここまで来たら大丈夫なわけなくない。すっごいゆっくりだけど。あー、1個ずつ、2個、3個潰していく。重いねあなたね。このまままっすぐ行くよ。焼却炉じゃないか。すごい良くない気がする、こん中入るの。燃やされて終わりだよ。燃やそうぜ、逆に逆に燃やそうぜ。燃やそう燃やそう。閉めて、開けて、助けて。待って、どうなってる。ちょっと行って、 OK。 燃やせ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 、イエーイ。ダウンを取ってます、シックスさん。医者ってあったかいんだな。ふう、俺たちも戻れないとこまで来ちゃったな。寒いもんな、あったかいよな。もうちょっと温まる。ガンガン行こうぜ。となるとやっぱあのおばあちゃん倒したくなっちゃうよね。また来るのかな、あの先生は。手伝えない。おい、こっちだよ。難しいねこの操作が。よく燃えてるよ、ずっと燃えてるもん。中気になるね、中気になるね。さあ次のステージ行こうか。相変わらず彼らの目的が分かりません。ただ私たちにできることは脱出する、この2文字です、4文字ですかね、脱出することです。退院 OK。 さあまだまだ続くみたいですよ。退院というトロフィーがあるということはもう脅威はなくなったってことだよね。こっちで合ってる、見えない壁がありました、右ですね。行かれたドクターともこれでおさらばだな。寂しくなるぜ。いいんだよね、出ますよ自分。ふん、いい気味だね。
でも音楽がさ、あーもう行っちゃうんですね、もうあなたたちは取り返しつかないという BGM です。さあこの先には何がある？おそらく最終ステージな気がする。また雨、基本雨。テレビにもう2回触ってるからね。3度目の正直、仏の顔も3度まで2度までですね。テレビがまたいっぱい捨てられてますよ、基本雨。さあ最後のステージは何だって言うんだ。漁師、学校、病院、何？飛び降りてる人がいっぱいいるね。楽しそうで羨ましいです。となると最後は病院の次は工場とかじゃない？死体工場、ガンガン行きましょう。いやただの一軒家ですね。あらまたスレンダーマンさん、中身があるのは初めて見たよ。見てほら、実体は初めて見た。うわびっくりした。どうする？どうする？逃げてる？何か怖いものがあるのかもしれませんね。何かから逃げてるような。テレビが嫌なの？そんなに。へえ。うん？自らテレビにぶつかってったね。ということは今まであった大量のテレビは全部誰かがぶつかって壊した。そんなことあるのか。よくわかんねえよ。なおさら俺頭悪いしよ。だから進むしか。お父さん、隙間から見ちゃダメですよテレビは。すいませんけど僕行きますね、急いでるんで。あーテレビまみれ。どういうことだ。基本みんなテレビ見てるよ。はい、ここ行こうぜ。なんでそんなみんなテレビが好きなんだろう。こういうステージ好き俺。おお、お風呂に入りながら。感電しないように気をつけてね。この陽気な音楽がまた怖いんだよね。ちょっとイカれてる感じがして。うっす、うっす、ありがとうございました。こちらはですね、一回進んでのあれを押せ的な感じ。俺がじゃあ行ってくるよ。お前も行くんかい。6の方がやっぱジャンプ力あるな。下がるんだ、あ、上がるんだ。どういう仕組み？最後のステージはマンションですか。え、鍵が閉まっていけないんですか。また下がるんかーい。あの隙間だね。はいはい、見えました見えました。途中で降りろってことだね。了解、わかった。行きますよ行きますよ、動体視力に任せて。ここバイバイ6、お前も助けに行くよ。いやー、あれか、あらかじめね打ち合わせしておくべきでしたね。今ジャンプするよって。また一人になっちゃったよこんなところで。はいはい、サスケね、オッケー。あ、外から行けんのかな。あ、行けそうだね。鍵さえすぐ見つければ6と合流できますね。よかったよかった、だといいんですが。あ、できますね。ちょっと待っててね、今鍵探してくるからね。上が広いですね。鍵ある？ちょっとこの辺漁りましょうか。え、見て、ノームだっけ、白三角の写真が、写真というか絵が飾ってあります。ここにも鍵は、あ、ありましたね。簡単な場所じゃないか。 OK、 そしたらここは何だろうね、探偵事務所的な感じなのかな。誰かを探していた。待たせたな。お前と俺で俺になるんだ、わかるか。行くぞ。次はこっちかな。え、違うって。 OK OK、 全てを理解しました。まず先にこっちを閉じます。で降ります。なんでかっていうと、このエレベーターのさらに上に階があるのですよ。なんでこの状態でもう一回スイッチをポチ。タイミングよく乗るよ。 L 手繋いどこうか。ここは手繋げる？いや繋がないみたい。6に任せた方がいい。はいはい、到着しちゃいましたよと。んでですよ、また外がある。今のところ恐怖要素はないですよこのステージに。ただのなんか脳トレ要素出ちゃった。
あー安心する。行かれた街っすね。あの電波塔がやべえんだろうな。あの電波塔が全てを狂わしてると言っても過言じゃないぜ。上に登れるか。なんかクリアする感じがある。ラスボスが来る感じがある。荒廃した世界です。テレビだけが生きがい。数多くの人がそのような状況でしょう。ヘイ、手伝ってくれる？ここ登りたいです。ありがとう。ほんでこれをくる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 とここまでやりますと捕まれる。はい、行っちゃってください。頑張ってね。ナイス6、やるじゃないか。ほんでどうしたらいい？命がけだね。だいぶ献身的だな。行きます。頑張れ。ナイス、ありがとう。力持ちだ。目のマークがありますよ。奥の方見えます？何かのモニュメントなのでしょうか。じゃあ今からテレビ局を乗り込む NHK をぶっ壊す的なゲームなんですか、これは。どこに繋がってんだろう。まあそれをするためにガンガン前に行きましょうか。いいよね、こういうスパイダーマンに出てきそうなマンション。降りるんかい。行きましょう行きましょう。まあ間違いなくあの奥の方の光ってるあれ、あの電波、あれがもう黒幕っすよ、このゲームの。え、雨どいありですか、僕は。あはは、器用なこと。滑らないようにね、気をつけてね。オーケー、入るんじゃないこれも中に。おじゃまんぼう、行こうぜ。6、止まるな、行くぞ。入っちゃったね。上からババーンということもない。気づきましたか皆さん、僕はもう6がいなくてもガンガンいけるように成長しちゃいましたという夢を見たんです。はいはい、ボロボロの建物。なんでなんでボロボロだと思う。あー、もう今にでも壊れるよこれ。やばいよ。地震でもあったのかな。変な建物だね。行くよ。あーすごいすごい、あーすごいすごい、あーすごい壊れる。6走れ。あへ、あぶねえあぶねえあぶねえ。どうしろってんのよ。え、なんか僕だけ生き残ったんですけど。あー6大丈夫。しょうがないよなこれは。なしょうがないよな、何もしょうがなくないな。大丈夫だ、今引っ張ってやるよ。ほら手を貸して、手を掴んで。オッケー。ふう、なんだここは。お互いに何か意思疎通しましたね。彼らの中で通じ合ってるんだろうね、何かが。テレビが何なの、6が何なの、モノって何なの。え、ライト壊れちゃった、最悪だ。どうなってくんだこっから。見当もつきませんよ。頼む、プスプス、よろしくね。行くよ。これもしかしてさ、リトルナイトメア3あります。謎が謎を呼んでる状況ですよ今。はい、子供部屋、子供部屋ですね。さっきと変わりません。あの病院に住んでた子は退院してこっちで暮らしてた、そういうことでしょうね。こっちはテレビだ。来た、3度目の正直と行こうじゃないか。大丈夫大丈夫、力を振り絞って。怖いな、あのドアの向こうに何があるんだろう。トラウマでしょ。 OK。 うわー難しいよ今までで一番。こうしての左を向けてのここだね。まっすぐにして、まっすぐにして、まっすぐにして、 OK、 繋がりました、アクセス完了。また来たね、オープニングと全く同じですよ。ただしかし3回目にもなれば見て、ジャンプできるくらい復活しました。そこには楽しそうに走り回るモノの姿が。走れ、次はいけるぞ今回は。開く開く開く、肩肩肩、開けろ、トラウマを目撃しろ、行くぞ。え、見させて、何、おお、スレンダーマン、これが俺のトラウマ。待って待って待って、うお
怖っ。これさ、やっぱ出てくる？これさ、シックスがさ、一番最初に目撃した死体じゃない？首を吊っていた、めっちゃ足長い人、覚えてる？みんな。やばい、来るよ！テレビ消して！あ、終わった。シックス、シックス助けて！逃げないでよ、シックス！やべえ、貞子が来たんだが。これは一番やばいね。一番やばいね。これさ、これさ、あれじゃない？これさ、最初の物語だ、多分。この後多分首吊るよ、こいつ。どうにか頑張って、シックスが助けてくれる。これは悪夢、悪夢。確かに壁とかにもさ、いっぱいスレンダーマンの絵が飾ってるもんね。シックス、まずいぞ、そこは。ああ、ああ、こっちおいで。終わった、シックス持ってかれた。影がある。おい、嘘だと言ってくれよ。あの影はそういう意味だったの？スレンダーマンに連れ去られた者、子供たちの影だったの。ねえ、お願い、消えないで。よかった、そういう消え方ならよし。こっから救うってこと？最終ボス来ちゃったね。もうテレビは大丈夫？大丈夫か。気をつけた方がいい。でも気になる。来いよスレンダーマン、また出てこいよ。トラウマに立ち向かえ。やっちゃった、よかったの今ので。うわ、入っちゃった、怖い。なんでそういう怖い目があるの。入っちゃいました。ほう、君も能力者ってわけね。めっちゃ怖かったわ今の映像。これ閉じ込められエンドじゃない？登るエンド？なんかすんごいとんでもない目があったね。子供のトラウマを描いた物語なのかな。ゆっくり、アスレチックね。僕もトラウマありますよ。あら、もうやだ、トラウマ見たくない、見たくないね。でも見るしかないんだ。トラウマに立ち向かおう、みんなで。あ、オッケー、すげえや。おめえも能力者ってわけな。お前も能力者やったわけな。これはですね、先に行ってぶら下がる的な感じ。この辺だよね。いや、もうちょっと手前、鎖国まで行っても意味ないもんね。中間地点だ、この辺、この辺かな。難しいこのゲーム。いくよ、せーの。んー、ダメでした。はいはいはい、全てを理解しましたよ。なんかすごいゲームバグってるけども、先にこのテレビをね、向こうの方に置きます。そうすることでこれ戻れたんですよ。なんで、まあ、あそこバグってるんで気にせずにぶら下がるもんだと思ったよね、てっきりね。ここでまたワープです。 OK、 能力者、能力つえー、いいなー、この能力。テレビとテレビをいつでもテレポートできると。さあ、この先には怖えな、あのスレンダーマン。普通にシックスは無事なのかな。結構好きだよ。なんかでもさ、俺絶対さ思うんだけどさ、リトルナイトメア1の前の話だと思うんだよね。だからモノ死ぬね。初めにもう身構えとこ、モノありがとうって思っとこ。だって最初にさ、死体あったじゃん、リトルナイトメア1でさ。足が長い、下手すぎ。あの死体は誰のなのかっていうと、やっぱりあいつだと思うんだよね。だからモノはこれから今船にまた乗り込みますよ。そしてあいつを首を絞めて、ジエンド。ノーム、三角帽子の正体はモノでした。神考察ありがとうございます。おっとっと、すいません、失礼しました。テレビつけましょうか。これつけられます？ポチカチャ。つかんじゃった？何？ついたよ、つくよ、来いよ、来るね。リモコンゲットしたから、あ、まるでつけるとか、そういうことだね。はい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 、トラウマ立ち向かい。オーケー、面白このシステム、いいね。リトルナイトメア2って感じがしてきたよ。消えろ、消えない、上も行けんの？上はいけないね。右に行く。じゃあまたでも戻ってきてねって感じだよね。ここまで何かあったらここまで戻ってくるから、左の方に逃げる、覚えておきましょう。
今左にも道あったな。怖え、スレンダーマン。いつ来るか分かんないから。でもスローモーションになるから逃げやすいよね。え、あ、戻っちゃう気がするな。行ってみた、戻っちゃった、失敗、エラー。 OK OK、 やっとこれで先に進めますよ。テレビは、まあ、戻るために使ってないみたいな。あぶねえ、リモコン落としちゃダメだよ。まだ続くな。ハンガーマンの先に何があるのでしょうか。右からもね、テレビの音聞こえるんですよ。これまだ続くと思う。わー、突撃。いいね、ハードロック聞いてるやついないか。あららららららら ら, ら、ちょっとそれ消してみよう。あ、ごめん、かーどういうこと。どうやら見た感じね、先に進むにはテレビを使わなきゃいけない。なんでかっていうと、こっちの方にね、まあ、テレビがあるんですよ。こっち側につけられるかな、こっから行け。そう、あん中に入んなきゃいけないんだけども、まあ、目の前通ったら普通にね、あのぶっ飛ばされちゃいました。なんで一回消すでしょ。はい、消して、大丈夫よ。はい、誰だ消したのって言った時に行こう。間に合うよ、間に合うよ、全然間に合うよ。入れ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 、お前も能力者ってわけね。はいはい、やっぱテレビが好きですね。テレビに洗脳されちゃってますわ。オーケーオーケーオーケー、いろんなバリエーションがあるね。こっからは実践編といったところでしょうか。顔どうなってんのよ、あなたたち。まったく、ほ、ビエみたいな顔してる、ビエみたいな顔。え、テレビパートおしまい、これで。もっとやりたいな、テレビあるじゃないの。うわー、むずー、これ。ですね、つけましょう先に。で、テレビを消したら多分向こう向いてくれると思うんだよね。はい、そっち消せよ。はい、すると、あっちにもテレビがある、最高、イエーイバカだね、どんだけテレビ中毒なんだ。まあそれはね、この世界の人がみんなテレビを壊す理由も分かりましたよ。おっと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 、危ね危ね、能力使いすぎるとこうなるのね。となるとさ、やっぱさ、一番最初この子さ、テレビ見てたじゃん。それに繋がってくるって話だよね、本当に。あながち間違ってなかった、俺の話もしかしたら。でもなんで見てたんだろう、なんかしてた、もう忘れちゃったよ。でもなんかびっくりしてたよね、テレビ見て。スレンダーマン見てたのかな、もしかしたら。あいつが来る、行かなきゃっていう始まりだったのかもしれませんね。なんかいるよ。ん、飛び降りを考えてる。まあ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 、そう悲観的にならないで、そう悲観的にならないで一名様大丈夫？ん？一名様だけ？順番があるのかな？あー、行っちゃった。どうしたの？どうしたってんだ？なーに、なになになに？電波に向かって落ちてってんのかな、やっぱ。俺もあの世界に行くみたいな。これ皆さん絶対真似しちゃいけませんからね。テレビに入れるなんてもうそんなの無理ですから、こんな飛び降りでも。ダメですよ。あー、良くないゲーム。あー、良くないゲーム。じゃあ俺も落ちてみようっと。ほう、またテレビに来ましたよ。そしてタバコを吸ってる人がいますね。とりあえずつけておくでしょ、このテレビ。テレビはね、つけれるものは全部つけましょう。で、問題はこの奥ですよ。なんか逃げるんだろうな、きっと。え、いいの？この先落ちちゃって。これ罠じゃない？普通に。罠だよね。危ないよ。落としておこう。先に。壊れる？うわー。一か八かですが、行ってみましょうかね。出た時の反動でいい感じにできっかな。行ってみましょう。せーの、せーで、俺ならいける。自分を信じろ。 OK、 登って。いいよ。いいね、いいね、いいね。テレビとテレビを伝ってってるよ。謎のレバー、レバーがあったらとりあえず引いてみた。電気を取った。ごめん、感電しちゃった。分かった分かった、この先から来る何かを電気でビチャってやるってことね。いますよ、すでに。引っ張るから、引っ張ってあげるから、引っ張ってあげるから。来るんでしょ、待ってるよ。来い来い。 OK 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 OK、 電気で感電ね。了解、ありがたいよそういうの本当に。はーい、
電気なんてもう一瞬触れただけでも死にますから人間。こんなんで OK です。怖いよ電気って本当に。いや対抗策が多くて嬉しいね今回ね。電気をつけ、テレビをつけて、この奥はなんだ。基本的に分かんない状態で行くのはすごい危険なので、ワープ先が分かる状態で行きたい。先に行けばよかったかもしれません。また戻ってきなさい的な感じかな。はい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 、あそこにありますので、これ開けれる？何か足場が必要。でもどうやって開ける？開けたその先は分からないことしかないです。そして見てください、目のマーク。物語も大詰めだな。あのスレンダーマンいつ来るんだ。テレビばっか入ってたらいつかさ、中からこんにちはもするときあるよね絶対。あんまりやたらむやみに入るのもよくないよ。とりあえずできることはテレビつけてまた上に行ってエレベーターを、わかりませんけども、ちょっと行ってみましょうか。せーのでカチャン。 OK？ ん？隙間？入れる？ OK。 でこれは押していいもの？押しますよ。はい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 、上に来ましたよと。ほんでほんでほんで、出るにはテレビを使ってね。だとして、あー謎の中2階があります。中2階に行ったら正解みたいな感じなのかな。うわー待って、難しいよこれ。となりますと途中途中に開いたこの穴に入れと言われてますよね。まずはこのスイッチをガチャリンクするでしょ。で入ります。入れ、大丈夫、自分を信じて、大丈夫だよ、急いで。穴が開いてるので、いける？いける？行っちゃって。痛い？痛いね。はい、あ、立ち上がって、あー行けなかった。こういうことだよね。でも分かるよ。行きます、押します、出まーす。はい、急いで立ち上がって。はい、 OK、 完璧、大丈夫、大丈夫だよ、自分を信じることが大事だ。で中2階、 OK。 ウッフー、カーズが置いてあります。友達？友達みたいですね。スレンダーマンそろそろ来るんじゃないの。こちらの箱の裏になんかありますね。変な人形ばっかりだ。まあ子供騙しだぜ。悪い、やべ、びっくりした。ですね、これは電気に注意ですね。頑張れる？頑張ったね。どうしようかな。この先この子を倒さなきゃいけないんでしょ絶対。うん、そうっすね。このドアノブを回すにやっぱあの椅子が必要なので、電気を使ってあのばあちゃんを倒そう。いきますよ、いきますよ、消します、消します、まずは消します。すぐに戻って、頑張れ、走れ、登って、いいよ、大丈夫大丈夫大丈夫、オッケー。あら電気も消えちゃった。まあ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 、そういうこともあるでしょう。ほんでこの椅子を引きずります。頑張って頑張って。ちょっと今ふっと考えたんだけどさ、最後どうしようって。この俺の今見てるモニター、君が今見てる iPhone テレビからこいつらが出てきたらどうしようって思ったんだよね。ちょっと戻りたいです、すいません。降りれる？降りれるね。おっとっと、めちゃくちゃ人気ですね。テレビ中毒者が多いですよ。楽しんで。あんまり見続けるとなんか良くないからね。でまた電気。うわー広ーい。これは下は浸水してるのかな。はい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 、そうですね、そうですね。こっちの方は何かありますか。カートですか。このカートを押して水の上を行きなさい的な感じ。勢いよく押して、よーし OK。 どう？はい、だから何っていうコメントありがとうございます。あったあったあった、いけるのかな。あー怖い、怖い。 OK、 あれは消えるのか。あ、登るにはまた左行かなきゃいけない。了解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 、すいませんお邪魔しますね。じゃあそしたらこの上登って、登って、のお医者さんにあったクマちゃんがまたここにもありますね。なんでだろう、結構人気、人気商品かな。はい電気オフ、これで水の中をティンティーン、オッケーからの、はいはい、なるほど、テレビがないから次の場所に行けないから、ここの時点でカートをずらしておきますと、ここら辺でいいかな。
でこれを伝ってまたテレビの中に行けってことだね。了解了解。また電気をつけましょう。行きまーす。電源オンからの一回こっちに行って、いいね、冴えてる冴えてる。いやただ場所もうちょっとなんかちゃんとやればよかったかもしれないね。いや行けるね、大丈夫よ。距離感マジむずいんだよ。ここ OK、 ここ OK。 さあ冴えてます冴えてます。この次は上に繋がっていましたか。そうですか。後ろから追ってこないよね。え、また外行ったり来たりですよこれ本当に。ただ間違いなく言えるのは進んでる。ううテレビ待ちの人たち。スースースーですね。これはどうしたらいいんだ。つけるでしょ。中に入りたいけど閉まってるから、消したらどうしたらいい。どこ行けばいい。倒す方法がわからないな。上の方に行きたいけど行けないもんな。でっかい帽子。そうしましたら、まあ隠れるしかないのかな。隠れようか。ここの辺から、この辺から。ちょっと奥の人たち静かにしててくださいよ。消します。はい、奥にありますよ。はい、大丈夫大丈夫。そう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 、ほんとテレビが好きなんだから。でこっちをまたつけての入ります。どうしたの。やばい、これバイオハザードみたいに来る気がする。落ち着いて。おい、奥行け奥行け。やべえぞ来るぞ。先にガンガン進みます。後ろから来てます。登ります。足が速いです。テレビテレビテレビやるよ。ほらみんなテレビだよ。テレビ好きなんだねやっぱ。 OK。 テレビなんじゃないの。あ、テレビに押しかけすぎた。はいはい。あーやばい、ワイヤレスも充電なくなって、いろんな意味で死んでしまうかもしれない。 OK。 ふぅOK。 ですね、同じことが続いてますので緊張感はなくなってます。なので今スレンダーマンが来たら心臓が弾け飛ぶことでしょう。来る気がします。スレンダーマンがかかってこいや。スレンダーマン最後って感じするわ。行こうか。え、シックス大丈夫か。閉じ込められちゃったの。引っ張ろう。こっちだ。頑張れ頑張れ頑張れ。あーやばい、バレた。じゃー来るぞ。おい、ビビるなビビるな。かかってこいよ。おい、かかってこいよ。めっちゃ耳塞いでる。あー終わったね。来ちゃったね。いよいよ直接対決。こんな斧で対抗できるわけがない。逃げ道はこっちにある。なんでそんな余裕持って歩いてんのあなた。逆に怖いっすよ。オッケー、いた。走って走って。もうそんな斧の捨てろ。右上にあるから。あーこんにちは。掴みましょう。掴めない。はい、登って。なんでそんなじっと見てるの。余裕だねあなた。オッケー、ここまでは来れんだろう。いやー直接対決始まっちゃったね。倒し方はどうする。テレビに閉じ込めて電源オフ、これでいこう。だから6引き抜いたら、なにこの上の怖い感じ。いる？いるー、左上いるー。気をつけて気をつけて、穴から来るよ。いないよいないよ。勘違いオッズ。あーびっくりしたよ。急に来る系ちょっとやめてほしいですね。ちゃんと行ったのを見てから行く。頭痛え、マジ今ので。普通に頭痛えわ。はい、まずここで行っちゃダメですよ。まだゆっくりね、確認してるから。ちゃんと立ち去る時があるからね。はあ、いなかったかって。消えたら行く。怖い、やだー、もう。 OK。 いやな、一直線通路。待って、どうしたらいいのこれ。分かった、椅子だね。 OK OK OK、 大丈夫大丈夫大丈夫。彼のすごい特定能力すごいですね。間に合わないね。このゲームで瞬間移動もできるんだが、このゲームデザイン的に
一回迷った時点でもう無理なんだよね。ほら目の前にも来てるでしょ。頑張って。ちょっとでこれ一回引っ張んなきゃいけないんだよ。だからもうゲームデザイン的に無理なんですね。分かってた分かってた。ここだよね。ここに降りた時点でこの椅子を引っ張らなきゃゲームがクリアできないという設定になっております。ちょっとそれどうなのって思いませんか。だってまずみんな先に行くでしょ。最初から左の椅子見つけて、あ、これ使えば奥に行けるななんて思わないからね。ね、落ちないで。大丈夫、いける。ギリ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 、まだ続くっつうのか。いや、夢から覚めたね。いい感じの時にジャンプ掴んで。変な街だね。電車かな。変な場所に電車が通ってたんだね。スローモーションが終わったってことはあいつは来てないよね。怖っ。窓からこんにちはしないでよ。はーい、はい、窓からこんにちはしません。まあでもテレビもないから来ないか。車掌さんでしたか。失礼いたしました。ゲームデザイン考えて、失敗したらおしまいですからね。一回も道をミスるな。あっ、お前テレポートずるいよ。道をミスらない、一回も突っかからない、それが大事。奥から、うー、影が怖え。いい演出だな。大丈夫大丈夫、いいよいいよいいよ。負ける要素はどこにもないよね。え、急に前からドンはダメよ。大丈夫大丈夫。ドキドキ、確実に来ています。あら、これはどうしたらいい。おーす、わー、終わった違うじゃん、ブラブラすると思うじゃん。まずはでも9日先はお前は来れない。どっち、右かい。これって1回でさ全部クリアした人いる ?1 回も死なずに。右なんてわかんないよ、それ開けるもんだと思うじゃん。どうすんだお前、素直じゃねえか。お別れ、悲しいなお父さん、バイバイ。名前は何だろうね。おいおい、これ逆に危なくねえか。意識失いました。ただ彼は強いです。物は強いです。モノグラムは強いです。立ち上がれるか。言いたかったね。まあこんだけ離れても油断できないっていうのがあいつの怖さ。うわー、あ、シックスじゃないか。ついてこいって言ってる気がする。あいつは倒し方を知ってる気がするな。シックスなら遊んでるよもはや。見てよ、線路の上でテックテックテックってやるやる。わかるわかる、こっちだよね。なんだろうな、すでに経験してるのか。これは電波的な何か、どういう意味があるのでしょうか。え、終わり、終わりっぽくない。謎が多いまま。いや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 、終わらないで。でも1の終わりとすっごい似てますよ、この光の中に入っていく感じ。真相を教えてくれ。頑張れモノ、肋骨折れてるなこれな、めっちゃ痛そうだ。ゆっくり登っていく。あはは、怖いな。倒すよね多分、でも実体がないからな、倒しようがないよな。だからだ、全国のテレビを壊せばあいつは来ないよね。だからいっぱいテレビを壊していたんだ。なるほどね。ただ全世界のテレビを消すなんてことはできるのか。いや、あの電波さえ壊してしまえばいけるんだよね。シックスが照らしてくれてる気がする。え、リトルナイトメア2とか出てこないよね。お願いしますよ。そうだ、あそこに行くんだ。オーマイガー、目の前に来てしまった。絶望ナウ。怖っ、諦めないで。シックスが、うわ、仮面を外した。もうこんなものをやらねえんだ。立ち向かおう、私の能力を隠していたね、申し遅れました。私の名前がモノ、すべての能力を、電波をジャックすることができるんだよね。強っ、俺何も言ってないんだか。カチャ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 、最初からやればよかったじゃんそれ。電波ジャック、閉じ込められる。なこれボタン押した方がいい。当ててるよ。ハイタッチは、ハイタッチは求めてないんだよね、ごめんね。ハイタッチは求めてない。これ合ってる。
合ってるのかな。もう合ってるっぽいね。手の向きが大事。相手の手と手をかざしてハイタッチされたら俺の負け。了解。かかってこいや。まあ当てるよ当てるよ当てるよ。左に向けるよ左に向けるよ。まず右に向けるよ右に向けるよ。これマジ襲われた時が一番怖い。左に向けるよ、まっすぐ向けるよ。かわいい帽子だね。あったく勝っただろ完全に。電波はまだ引き続いている。あ、諦め悪いね。何者なんでしょうかね果たしてね。あ、黒い炭みたいなの出てますよ。完全に勝ったね完全に勝ったね。もう諦めろって。シックスはどこに行った。なんであんなのんきそうにしてたんだろうシックスは。いろんな謎はありますが勝ちました。申し遅れましたね。私がモノです。やだ何。まっすぐ手をかざすとどうなるっつうの。すんごいパワーだよ。道を開けろ。壊すのあのテレビ。わー世界が歪んでくよ。ここってもしかして。いいの顔見せてくんない。見れないな暗いな。ここにマスクあんだけどもういらない。え、怖いねえ。でっかい目がある場所よここ行くけど、映像なのであれば見れます。行ってきます。青ざめた街を抜けてで来ちゃったね。これは夢でもなんでもないよ。正式のルート自分で作ったんだよ。わかる？言いたい意味が。怖いものは結局自分自身が作り上げたものなの。ほら何もないじゃないかな。これが僕の怖いものです。椅子、テーブル、おもちゃ。待って開けろよ。こっちか。そっかそっか。克服するならこっちだな。え、怖え。あの面オッケー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 。大丈夫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 。めっちゃ続くよこれ。ああこれ夢に出てくるな。大丈夫。めっちゃコントローラーブルって震えんのね。その瞬間がめっちゃ怖い。ここブル。おい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 、ループしてないか。なあループしてるよな。ループしてるな。戻るよ逆に。え、無限ループ。え、ごめん間違えた。じゃあ手前の方行く。いや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 待てよ。右に2回、左に2回。え、わかったわかった。何回も戻るんだな。面白いこの設定で。もう一回行く。あれ僕繰り返してる。ということでリトルナイトメア2ありがとうございました。僕は抜けれなくなっちゃいました。なんか近い気がする。音が鳴る方に行けばいいんだろうね多分。あ、はいはいはい、なるほどなるほどなるほど。オルゴールの音の方に行けばゴールでした。ということはオルゴールの音はしない。こっちもオルゴールの、あ、ここかな。ここっぽいね。ここだね、真ん中だ。オルゴール、なんか最初シックスが鳴らしてた。こっち、怖え。違いましたね。答えは違かったみたい。左に戻りましょう。オルゴールの場所は合ってたみたい。難しいアラビアンナイト。でもいいよ、分かったよ。オルゴールの方に向かいだね。了解了解。なりません。なんか誰かいるんですけど。あ、ここだね。違うんだが大丈夫。オルゴールの音に従え。ここだな。開けて。こっちから入ればいい。いやいやいや、開けてほしいのよね。こっちを開けるでしょ。頑張って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 押して、こっちから入っちゃダメなんだよ。こっちから上がるんだからね。オーケーオーケー、理解してる理解してる。オルゴールの音が鳴ってる。ここだね。また続く。どうだ。ここだね。最後はこっちだ。ここだ。待ってたぜ。
シックスが最初に鳴らしてくれてたんだ、答えを。ラストじゃないか。電波塔をぶっ飛ばそうってこと？了解した。怖え、多すぎじゃない？でもやることは変わらない。オルゴールの音がする場所に行く。音がしません。通れますか？頑張るよ。ごめん、あらかじめここを倒しておく必要がありますのね。了解了解、理解した。押すって、はいはい。今さらそんなこと言われたって。 OK で、一つ目のオルゴールがそこですね。ほんで左の方から聞こえる？ここだね。いや、こっちかな。ここだね。 OK 出れるぞ。まだ続くっていうのか。二度目の正直、三度目の正直だな。ここだ、間違いない。オーケー、出れたぜ。面白いゲームデザインだね、本当に。さあ、最後の扉、最後のテレポートだ。誰かいるんだけど、誰かいるんだけど、お邪魔します。大事そうに持ってる。開けたくないよね。最初に繋がってるんだが、くれない？それ負けたくないならいいよ。あ、くれんの？やっぱやだ。これに代わる何かがあったらじゃあいい？ちょっと一回戻ろうか。戻れねえよ。どういう状況だ。ヘイ、呼ぶだってよ。おい、俺だ、覚えてるか？どうなっちゃったんだお前の体。こっちこっち、大丈夫大丈夫。ねえ、なんでハンマーがあるわけ？なんで？わかった、別にこの子に使う必要はないもんね。この子は仲間、扉を壊すんだよ。いけなくなった。あ、オルゴールを壊せ。ごめん、ごめん。取り返しのつかないことになってるよ。おい、逃げ出すぞ。こっち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 。ごめんごめんごめん、だって出れないんだもん、しょうがないじゃん。シックス、考え直せて。ごめんね。おい、何を頼りにしていけばいいんだこれは。てん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 。オーケーオーケー、ごめんごめん、相当大事にしてるものだったんだね。ごめんね、壊しちゃって。ヘイ、呼べる？ヘイ、俺の声覚えてるか？助けいっぱい冒険したじゃないか。ここまで来たらどうする？隠れよう。こんなに凶暴なの？いないよ。ヘイ、呼んでも気づかない？はいはい。めっちゃ怒ってる。ごめんね。なんかこれまた来る気がする。さっきの場所だ。めっちゃ迷った場所だ。おの、いやー、ごめん。オルゴール好きだったもんね、シックス。でもなんであんな変な格好になっちゃってたの？あのスレンダーマンのせい？私が能力を開花させたせい？ごめん。大事にしな。もう二度とそんなことしないから俺。でもここなんだよね、導かれてるのは。な、もう壊さなきゃいけない、もうそれだけ。ヘイ、おいおい、ごめんって。なんで呼んだら怒んの？ヘイ、こっちです。ヘイヘイ、なるほど。ヘイ、オッケー。この間にあれをどうにかこうにかしたい。ごめん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 。うおー、ごめんね。 OK、 そしたらこれを運んでおく。
L は、L は別に L じゃない、6は大丈夫だよ。ヘイ OK、急いで急いで、掴んで走って、壊して、壊せ。 OK、OK、OK。 なんかさ、この音が嫌いな感じさ、あのおじいちゃんに似てるね。あら、虚無の世界に飛ばされてしまった。どうなるんだ。あー、終わったね。シックスもかなりの能力者ってことを忘れてないみんな。ははははは。ヘイ、一人にしないで。ん、どっち。たまたまついた感がもあるよ。これを壊して何になるってんだよ。いくよ、壊すよ。どういうことだ。また壊せね。了解。落ち着いて。だだ、強。これはかなり遠回りする必要がある。まずここで呼ぶ。ヘイ、オッケー、オッケー、オッケー。でヘイ、こっちから行く。完璧じゃない、完璧じゃない、完璧じゃない。ガーン。いや、いじめるつもりはないよ。でも進むためなんだからさ。さっきはたまたまなんか左行ったらあったけども、すごいなんかポケモンのバグを思い出すよ、この場所。右に400歩、左に300歩みたいな。え、また同じ場所なんだけども、なんで、なんで毎回、ちょっと一回右行ってみてもいい？なんかあるかもしんないから。ありますわ、同じものが。前とか後ろじゃない限りあるんだろうな。すごいよね、このゲーム、ゲームがすごいわ。開けろ。さあ続くぞ。ヘイ、うわ、行きづら、行きづら。ヘイ、行きづらいね。見えますか、斧がすごい手前の方にあるんですよ。なんで一発これを回収、回収するだけですよ。大丈夫ですって、回収しただけですから。危な、ヘイ、違うね、違うね。落ち着いて。怖っ、めっちゃヒステリック。あ、終わった。逃げろ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 。こっちだね。ヘイヘイヘイ、ここだ、ここでヘイヘイしての、こっちでの、ここでヘイしての、こっち。あー、行けばよかった。大丈夫大丈夫、間に合う、間に合え。3回もやったらもうだんだん世界が崩壊してるのみんなわかるよね。もう崩壊できないレベルで崩壊してるよ。6、起きるんだ。そのオルゴールにお前を取り憑かれてるよ。めっちゃ大事にしてるじゃん。ごめんね、壊さなきゃいけないみたい。俺はここに斧があるってことはもうね、壊せってことなんですよね。ヘイ、オッケー、この間に、この間に。ごめんね、お前はとんでもねえ化け物になっちまったみたいだな。治るといいよこれで。さっきさ見えた目ってあれかな、壊せ。なんでオルゴール壊すの。いなくなった。うわ、あ、戻ってきた。おかえり、戻った。お前は正常、異常、どっち。正常みたいだね。呼んでみよう。え、喧嘩したくない。どういうことだ、さっきの目だ。お、戻ってきた。戻ったみたいで嬉しいよ。出た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 、ロックウェルの目ね。一発で走り切りたいです。ジャンプ。待って、足早いよあなた。ちょっと待って、一発で行きたい。もう何回もやるのはめんどくさいんだよー。 OK OK、 分かったよ。一発で最後まで走り抜けろってわけね。6の真似をしたらいい気がする。ほんとこのゲームって一発で行かせたがるよね。6、ちょっとその足の速さ負けてくれない。はい、完全についていくよ。終わったんだか、終わったんだか。
終わったんだか、いけるか、ついていけるか、頑張れ。うわー、よじ登りとかやだな。え、よじ登れない。いやいや、俺悪くないっす、よじ登れないっす。この目は何、あ、わかった、あれだね、あれだね、目を怖がってた。リトルナイトメア1の時から目がいっぱい張ってた。あった、それがどういうことなのか。え、やだ。終わったんだが、シックス、お前は俺の友達なのか友達じゃないのか、はっきりしてくれ。友達だよな俺たちは。大丈夫だ、俺の能力を使う時が来たぞ。手離すなよ。ねえ、離さないよね。あ、だろうと思ったよバカめ。この下にテレビがあんだよな、後ろに気をつけろよ。お前落としてやるよ、突き落としてやるよ。俺は善意で助けてやったのによ。気をつけろ、そこに入ろうとするなよ、俺が出てくるからね。出てこないんかいもの。うん、ひどいことされちゃったよ、ずっと友達だと思ってた。結局俺はまたとんでもねえ化け物を世に解き放っちまったつうわけだな。これも許せないよね。ああ、シックスのこと許しちゃいけないね。なんで生きてるのまだ。おい、おい、こっち来いよ、ぶっ飛ばしてやるからよ。逃げてんじゃねえよ、分かってるよな、とんでもねえことをしたんだぜお前は。胃袋の中をさまようゲームになってしまいました。主要発見、ここだね、椅子があるよ、王の椅子だ。ここから世界征服を目指そうじゃないか。座るの？どうも、モノです。持ち上げてくれてるよ。彼らの願いもシックスの命か。任せてくれお前たち、俺が奪いに行ってやるよ。え、お前本当にできんのかって。任せてくださいよ、自分あいつの弱点ならわかります、任せてください。できるって言ってるじゃないですか。やっと分かってくれたみたいですね。あいつの弱点はフードをかぶってるから視界が悪い、上から行けば一発だ。何もできないんだけど。ん？考えてる？落ち込むよな、そりゃあんだけ裏切られたらな。友達だと思ってたのにな、最後の最後で裏切られちゃった。おかしいと思ったんだよね、閉じ込められてる時点から。思い返してみればずっとそうだ。大人になったんだけど、イマジナリーフレンドだったみたいな感じ。少年から青年へ、青年から成人へ、で、あのデカシックスの正体は何だったの。この次デカデカになったら分かるよ、大人になっちゃいけないんだこの世界では、ずっと子供のままじゃないとダメなんだね。大人になったら体が変な感じになっちゃうから、だからみんなテレビの世界に逃げるんだよ。テレビの中では時間が経たないからね。紙考察ぶちかましちゃった、怖っ。どうして、精神と時の部屋、俺こ、え、スレンダーマンの正体お前だった。そうだね、自分自身だったんだ。ほら見て、この次完全にそうじゃん。シックスのことが許せなくて追いかけてたんだね。でも君シックスにまたやられるよ、許せなかったんだね。でもそんなあいつを助けたのも自分自身、深いぜ。俺は過去の自分から逃げていたんだ。シックスを助けるなと、あいつはとんでもねえ裏切り者だからこっちに来いと言っていたんだね。悲しい青年の物語でしたよ。物、片方からしか問いかけることができない、トラウマは自分自身だったんだ。
これは今すぐ Google でリトルナイトメア2考察と検索したいところですね。そして物語は始まりに戻ると。よくできたゲームだったね。猟銃おじさんだの、教育おばさんだの、病院じじ医者だの、ちょっとまだ不明な点は残りますが、それは全部 Google のリトルナイトメア2考察で出てくるサイトでまた皆さんお会いしましょう。